皆さん、どうも、こんにちは。ダイダラです。どうもっす。バコダラです。バコダラです。バコダラです。こんにちはです。やっていきましょうか。ドラゴンクエスト11。なんだっけこれ。過ぎ去りし時を。過ぎ去りし時を、なんだっけ過ごしてたっけ超えてたっけやべえ。過ぎ去りし時を求めてた。やべえ。サブタイトルってあまり口に出して言わねえからさ。なんか、一瞬ね、ボケてしまった。すいません。求めてですね。求めて。時を求めて。ね。さて、今日もやっていきましょうか。前回ね、カミュ。相棒ですね。主人公の相棒、カミュを仲間にしたところです。そしてこのゲーム、今、縛りプレイやってます。敵の強さがめちゃめちゃ上がってますのでね、結構敵戦、雑魚敵戦苦戦しますので、ね、頑張って攻略していきたいと思います。こんにちはです。初コメもありがとうございます。さあ、ダイダラとカミュは、デルガダール、城下町の仮想に、レッドオーブを取りに来たが、隠し場所からは消えていた。かつての射程、デクを怪しむ神と共に、下宿の神からデクの店の情報を聞いたダイダラは、デルガダール城下町の上層へ向かう。前回の話ですね、ここは。二人はデクを見つけて、神はオーブの件で怒るが、デクは二人を歓迎する。話によると、デクがレッドオーブを持ち出したのは、デルガダール王国に返却することで、王の態度を軟化させ、神を処刑から守るためだったとのこと。ね。かつての射程の気遣いに感謝する神。デクからは、デクから今は医師の村の先にあるデルカダール神殿にレッドオーブが移されていると聞き、二人はナプガーナ密林を抜けて当初の目的である医師の村へ向かうのであった。さあ今日なんですけどね、このナプガーナ密林っていうところですね、ここに行きたいと思います。ここでね、初めてですね、今作で初めてのボス戦がいるはずですので、そいつをね、まず倒しに行きたいと思います。覚えてますか？僕もね、覚えてないんですけど、あまり。さあボスに勝てるのかね。そのさっきも言ったけど、この縛りプレイがね、ここで見れないのかな。ね、敵の強さが上がってるっていう縛りになってますので、ちょっとねガチでやばいと思いますけど、これです。これが項目確認、すべての敵が強い、これですね。敵がマジで強くなってます。あと嘘つかれます。なのでこれだけちょっとね気をつけていきたいと思います。毎回あらすじ教えてくれるシステムいいよね。もう全 RPG にね、あらすじをね、紹介するシステムは、欲しいとこだよね。ちなみにこの PS4 版と比べてなんですけど、PS4 版で言うと、だいたいね、2時間半か、3時間ぐらいで、ここはもう、攻略しておりました。いや、デルカダル神殿まで到着してたぐらいかな、だいたい。3時間ぐらいで。なのでね、だいたいね、敵の強さがアップしているので、1.5 倍ぐらいいつもより時間がかかるっていう認識で皆様いいと思います。やばい、1.5 倍ぐらいってやばいよな、ほんと。さて、こちら地図見ましょうか。ナプガーナ密林。ね、前回にこのナプガーナ密林ってね、こっちの看板にある左進めばいいのに、俺はなぜか右へ行ったんだよ。そしたらね、全滅したんですよね。で、今日もね、右行きましょうか。お前は頭が悪いのかなあ。でもなあ、行っちゃうんだ。ちょっとどこまで行けるか分かんないですけど、行ってみましょうか。こちら側。でも行けないの？行けるよな。うむ。何十時間かかるんだろうな。まあ、80時間ぐらいで、切り株小僧とかいるじゃん。おれ倒してみようぜ。切り株小僧。切り株お化けだ、ごめん。小僧は違う。小僧はもっと違う方だ。よいしょ。おばさんです。おばさんじゃないです。おばさん。ねえ。よし、こんばんはです。カジノやってたら終わんないじゃない。いや、でもカジノはやんなきゃ。うん。義務だから、カジノは。痛い。で、敵の攻撃力がね、見てもたって分かる通り、やたら高いんですよね、なんか。ほら、カミュー！攻撃力のバランスが。あー、ちょっと待って、もう最悪なんだけど、リリちゃん。リリちゃん、ちょっと。困りますお客様。これ火炎ギリギリしなきゃ。ギリギリ火炎ギリ。うえ、は耐えてんの、これやばいな。お前薬草はダメだって。切り株から倒そうじゃん。もうそうだな、そうだ。ダイダラ君いい判断だ。ダイダラじゃない、カミュいい判断だ。切り株おっす。やべえ、ダイダラさんのドラクエ11をヘビロテしてたって。ヘビーローテーションしてたの？ねえ。ありがとうございます。でも結構何度も見てるって人はね、以前からいたんですよね、ドラゴンクエスト11実況。ねえ、暇なのかな。いや、ありがたいことですよね、皆さん。何千回も見てくれて、本当
一人で10万回も再生してもらってありがとうございます。今後もね、全部見てくださいね。ねえ、ヘビーローテーションね、AKB かと思っちゃったもんね、ほんと。まあ、じゃあこれで、ほぼ満タン。ダイダラクの MP がマジつきてくんな。さて、ナプカナミツリンへ目指している僕は、全然逆の方向へ進んでるわけですけど、この逆方向に進んでいて何か救いはあるんでしょうか。敵が強いだけなんでしょうかね。ね、ちょっともうちょっとだけ探索してみてね、絶望を感じたら帰りましょう。ふむ、夏いなぁ。ドラクエやりながら見てる。ありがとうございます。まあ俺の実況ね、やっぱドラクエシリーズだけ見るとかさ、あのカービィだけ見るとかさ、なんかシリーズだけ見るって人もいっぱいいるからね、いっぱい投稿してる分ね。ドラクエ勢でとかもいっぱいいますね。ありがとうございます。本当全部見てくださいね今後は。さてここはどこでしょうか、マップ的に。え、ここなんもないよね。ただのただ広い空間なんだけど。やっぱ宝箱ゾーンがここ、宝箱。伝説のね、装備とかが多分ね、あるんですよ。ほら、来た来た、伝説の装備。まずは1個目。なあ、ドラクエゼアで来て、ありがとうございます。MP 不安になるね。魔法のコミュニティ売ってないのかなぁ。なあ、なんか落ちてる。スパッと稲刈り。薬草。いいね、毒消しと、コットン、コットン層。宝箱ないな。ただ単純に採取ポイントがちらほらある感じって感じ、感じって感じ、感じって感じ、飛び降りれないって感じ。トゥイーン、手が熱い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 。これぜね、みんななんかなかった、ああいう登るのロープ登ったりみたいな棒登ったりするみたいな遊具ね、あれ手が熱くなるよね。わからんかな、みんな。あれ無理っすよね。カミュになんか聞いたら、カミュ、カミュ、ちょっと待って、カミュ、盗賊の花。ふむふむ、2個おたらからがありそうだぜ。2個もあんの、カミュ。フィールドでも使えたんだね、そういや。ああ、ダイダルの RPG 見るのすっごい、ありがとうございます。RPG。RPG って意外とね、ゲーム実況の中ではね、やらない人が多いんですよ。なぜかっていうとね、長くなるからです。シリーズがとても長くなって、なんだ、動画だったら編集も難しいからね。カットポイント多すぎて。だから意外と実況してる人ってね、実は少ないコンテンツなんですよね。RPG 実況って。あ、力の種だ！使おうぜ。やったね。よし、雑談配信じゃないで。まあ雑談しながらやってるみたいなもんだからさ。まあいいですけど。ちなみに皆様、どうすか？種なんですけど、種。あれ？種なくね？なかったね。あ、あった、あったね。力の種は全部ダイダラクに使うとして、どうしようか。器用さはカメでいいんだっけ。で、素早さもダイダラでいいの。魔力は、これベロニカなかな、さすがに。進行はセイニャかな。ねえ、ちょそんな感じでいいのかな、ほんま。なんか神の人がいたら、ちょっと後でコメントで教えといてみんな。ねえ、ゴリラの道を行く。いや、もう勇者はダイダラだからさ。でもやっぱ全部ダイダラに使ってもいいかもしれん。器用さはカメに使っとけって。神にするわ、俺が神だ。照れるな。ちょっとほらほら、仲間と一緒に冒険してます。これが新しいドラゴンクエスト、ポケモンみたいですね。あ、神に変わった。え、まさかお前神だったのか、さっきついてきたのは。オッケー。さて、銅鉱石獲得。漬物石な。でも宝箱がなかったの。ちょっと待って、キラーパンサーおるやん、いきなり。親子だで、これはちょっとさすがに近寄らないようにしましょう。殺される。殺される。ゲレゲレ。ゲレゲレやばいって。ゲレゲレ。恐ろしい。ねえ、社会見学しとけって。よかった。任して。死ねー！ゲレゲレ。さあ、キラパンザは目を覚ました。まあでもね、私、最強なので。集中めっちゃしてるけど、めっちゃ息を食らわなかったね。ほいみ効くね。いいパンチだ。あい、効くね。いいパンチだ。え、火炎切り。ほいみに置いとかいた方がよかったかもしれん。カミュー、大丈夫。これ勝てる勝てる。4しか食らってないんだが。4しか与え、でもまだ黄色くなってんじゃん。勝てるぞ。カミュギリ、カミュ、お前、全然ダメージ負ってないな。ほいみ！助かったぜ。
感謝してくれよ。痛い。いけいけ、細かく削っていく、細かく削っていく。もう MP なくなったわ、 MP なくなったわ。もうあとはどうしようもないぞ。痛い。カメ倒してくれ、カメお前はそう2でせっこせっこ削ってくれ。さてこれゾーン入ったから殴るか。このまま勝ったわ、お疲れ。えよっしゃー、あっぶねー。まあ、勝ってしまうんですよね。いやー、子供たちが、お父さんごめん。あぶねー、マジで死ぬかと思った。ちょ、ダッシュで帰ろう。敵と出会った時にだるいな。でも、いけるか、16本あったらいけるわ、16本。最強だね、これは。いや、床は舐めないっすよ、僕。お父さんの仇ってね、群がって来られたらめっちゃ怖いよな。いや、まあ、俺が悪いんですけどね、もちろん。うん。で、宝箱が結局なかったんですよね。この高台見てなかったかな。別ルートにあんのかな、別のとこに宝箱。で意外と宝箱の場所がね、わからないっすよね、このゲーム。まあ1個種ゲットできたから、まあよかったねって感じで。とりあえず、あの、密林向かいますか。南側じゃなくてね、北側の探索を終えて、ゲレゲレにも家族がいるんだぞって。そんな言われたら俺にも家族がいるぞ、みんな。俺にも家族がいて守るべき人がいる。だからな、あの、いただきます、すんでね、みんな。食ってない、ゲレゲレは。食ってないよ。感謝しよう、感謝。な。よし。行ってみます。バコダラで作っちゃでーす。ね。何？え？私とのデート覚えてると、急にさ、嘘つかれてもさ、反応できない A 連打してたんやけど。おばちゃん、またね、シスター。シスターとデートしてたんか、俺。なあ。あの、各地にな、多分恋人がいるんでしょ、勇者ですから。お前、シスターまで手出したのかって。マジか。勇者、やっぱサラサラヘアって人を惑わすんだろうか。なあ。サラサラヘア。サラサラヘアって憧れるよね、みんな。俺、癖っ気だからさ、なんか、サラサラ勇者見てるとなんかね、いいなーってね。アイロンもかけないんだろうなーっていうな。天然ストッパーってやつで、テンスト。すさまじいぜ。守備範囲広いね。まあね。うん。みんな、あの、美しいレディーだから。よし。スキンヘッドにしろって。まあ、それはそれで。でも前回俺、お前にやられたんだよ、ベビータン。おら倒してやるわ。ちょ、多くない？でもゾーンだから俺。ベビーパンから狩る。ベビーパン！カミューも頼む。ナイスカミュー！よし。大丈夫か？いない。カミュギリ、いいぞ。リリパッドちゃんをさっさと落としてよな。ほら。ブレイツ。髪の毛が針金って面白いな。さあ、ゾーン入ったわけですけど。ねえ。まだいけるよね。なんかゾーン切れる兆候ってどっかにあったよね。なんか、点滅しだすとかさ、そういうやつって。ね、なんでゾーン切れかけにシャドウアタックとか使うようにしましょう。買った方が確か昔そんな感じだった気する。旅してるのになんであんなずっと髪切れないの。だから毎日水浴びしてんだよ、水浴び。さあ、そしてやってきましたナブガーナ密林。今日のね、目的地は、まあ、今日はなるべくね、ナブガーナ密林を攻略して、そしてデルガダール神殿に行きたいなと思います。 であわよくはデルガダール神殿を攻略するみたいなところまでね、行けたらいいなと思ってるんですけど。神にブーメラン買いたい。みんなブーメラン、ブーメラン、ブーメラン、ブーメランはどこにある。薬草か。薬草でも22個持ってんだよな。なんか売るか。売りに来た。旅人の服とか余ってるから売ってもいい気もするけどな。菓子のブーメランとか使わねえし。でもなんか古い装備をさ使って火事とかあるんだっけ。ちょっとね、もう覚えてないんだよね。湯の金貨売っとこう。もう俺、ケチらず行くで、今回は。ブーメランより肩かていけへんのが好きって。そうなの？ねえ。よし。でも俺、ブーメラン好き。火事は素材だけでいける？装備売ってもいいかな？よし。さあ、とりあえず、カミュー装備してもらいましょう。ブーメランハンターになってもらいます。応援してるぜ、カミュー。オッケー。じゃあね、今から行きたいと思います。ブーメランはね、序盤とか強いからだけど、最終的にやっぱ単発火力出す方が強いからね。さて、ね、タップダンサー的な。びっくり、全然違う。びっくりサタン。
いやちょ顔お前、ま、俺ドラクエはモンスターの名前覚えられないんだけどマジで。ねえとりあえず殴れ。うわよし一体だけだったら問題ないな。カジノ最強装備は速取りは基本な。いやでもね今回の縛りプレイだったらカジノでいきなり強くなるっていうのはマジでありな作戦だと思うんですよ。いや前回もありだと思う。いやもうドラクエとして当たり前のマナーなんですけど。カジノに着いたらまずね全財産みたいなとかあるよねみんな。よしさあ行くかみんな。いやこの倒木の上をね歩く勇者密林。密林ってみんな行ったことある？ねえ僕ないよ。こっからどう会話広げんねんって話だけど蚊が多いらしいですよね。虫除けスプレー忘れずにって感じで行くか。さてまだゾーン切れないの俺。さあ神ナイス。神強くねえ全体攻撃マジで。うんお化けキノコスタン強い。あダイダラ君点滅しだした。ダイダラ君点滅しだしたけど次のモンスターでいけるやろ多分。あ切れた。ゾーン切れちゃった。ダメだった。点滅したらもう即ダメなんだね覚えとこうね。ウェイ誘う踊り主人公のダンスがすげえいいよね本当。密林には俺が住んでる。いやでもジャングル奥深くにねえジャングルはきっとロマンがあるよね。人間をね足の踏み入れたことのないねえ地があったりしてそこにもしかしたらね こんな唇のやばいやつが住んでるかもしれん。リップスちゃんみたいなね。LINE でさ、ドラゴンクエストのスタンプ持ってる人だったらわかると思うけど、リップスのスタンプ可愛いよね。ブッチュブッチュブッチュってするスタンプ。キモキモ可愛いよね、みんな。舐められた。顔を舐められて平気だったってすごいな。俺、無理だわ。ねえ。うわぁ、神ゆ神も平気だった。顔舐められても平気なタイプだ、この二人。ねえ、好みなの？大体の彼女だ。なわけねえだろ！なあ。道具袋、薬草ゲットです。みんな顔舐められたいの？ちょっと、ねえ、引きはせんが、いや、引いたわ、今。赤い服は大丈夫ですよ。で、満タン使うので大丈夫です。任せてください。前回覚えた最強機能満タン。ねえ、ほぼ満タン。メニューボタンを開いて Y を押す。すると世界が変わる。最高ですね。よし。ね、そういう性癖、もうそういう性癖、どういうこと？みんな。ねえ。わかんない。唇が好きってこと、舐められるのが好きってことねえ。ちょっとわかんないですね。よし。さて、行きますか。さあ、ここはなんか、あれかな宝箱はな、あったわ。稲刈り。スパン。ねえ。よくそのさ、稲刈り用の、クワみたいなやつ。持ち歩いてるよね、勇者。すごいね。さて、チーメイ。お決まりです。ふぅー釜釜釜クワじゃ釜釜釜ですね。カニ釜ですね。カニ釜喉乾いてきたみんな。やばい。ダイダルの唇が拒否だぞ。なんだよ。でも顔舐められるって言ってもさ、でも女の子だったらイケメンにね、男だったら可愛い女の子に舐められたら別に全然嫌じゃないよね。ほんとそういうもんだな。みんな結局顔かってな。辛い世界だ。リップスの見た目マジキモいよなこいつ。ほら火力高えな主人公。防御力高くてもわかるな。わかるな。分かってくれみんな。犬にも舐められたい。犬も可愛いよね。仲間と話すってどうすんの。なんかなかったっけ仲間と話すみたいなボタン、ね、ないのかこのゲーム。普通に話しかけるんだ。ここが噂に聞くナブガーナミスリンか。この密林を抜ければお前の故郷ももうすぐだ、ね、プログラマー殺しと言われたドラゴンクエストの会話。牛だーもう針が続くもう可愛い顔したんなお前。話しかけてみようね。なんかねたくさんの牛に話しかけるみたいな称号勲章みたいなのがあるので覚えておきましょう皆様ね。ケマルです。天気予報士さん空っぽだった。出た。あーそうだそうだそうだ思い出した。なんかあれやいたずら小僧みたいなやつ。
なんかあの悪魔系モンスターがね、橋をぶっ壊したんだっけ確か。ねえ、じゃ宝箱、うわー、あっち側魔界見て、レベルが違いすぎるだろ。敵ドラクエ特有序盤でなぜかいる強もん。ねえ、宝箱の中に閉じ込めるとか、なんかそんな話だったっけ。ちょ、あんま覚えてないんだけどさ。さ、キャンプ地見発見です。のあ、キャンプか。オッケー、ちょうどいい。石の村があるあたりは石の村まだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。神声かっこいいな、ほんと。神の声優はハマってるよね、完全に。すげえ。いやでもドラクエって大体超人気声優というか上手い声優ばっか使うからね。いいぞマジ。デクの野郎が一丁前に店なんぞ開いてるとはな。ほう。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。羨ましい。だから六本木に、六本木でお店して、お宝元にで、嫁さんいる感じ。羨ましいぞ。懐かしく思い出す。変わってほしい。ん？でもギロッポに住みたいが言われたらちょっとね、悩むとこですけど。見つけた。人混みが嫌だ。今こそ役立ちそうだな。何？な、お前にいいものをやるよ。ほう、今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデク、とっておきの一品だ。こういう、何くれんの？なんだっけここでもらえんのって。カジだ！不思議なカジ台。こいつの上に素材を乗せて。ギターな。不思議なハンマーでトンカン。カンカンカン。あ、やってるやって、懐かしいなこれ。金属の剣は。ドラクエ10のカジとほぼ一緒なんだっけ確か。なんと布の服まで。材質を問わず、あらゆる装備が作れる。どうやって持ってきたの？確かに。わかり。汗水垂らして火事に励むのは柄じゃなくてな。あまり使ってなかったんだ。勇者任せて火事用だから。お前なら使いこなせる気がするんだ。ちなみに不思議な火事をするには、作りたい装備の素材と、そか、本棚をどんどん漁っていかなきゃいけないんだっけ、ここから沼の世界へ。そうだな。まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみる。話が終わったらってね。めたいこと言うな。さあ、聖なる剣、聖堂の剣、聖なるナイフ、レシピをもらいました。ありがとう。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中。剣作るか、剣。他にも世界中のいろんな場所で手に入るから。オッケー。あちこち探し回ってみろよ。ほう。まあ、火事といえば大だらやからな。うん。俺の筋肉が火を吹くぜやつ。ね、行きましょうか。はい、じゃあね、作りたいと思います。武器作りましょう、剣を。不思議な感じで手に入れたレシピをもとに、素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピは、宝箱や本棚などから、素材は最終ポイントなどから手に入る。早速、神からもらったレシピと素材で何か作ってみましょう。なんか全部一回ずつ作んなきゃいけないんだっけ。なんかこのある、新しく覚えたやつ作るっていう。ね。難易度星1。じゃあちょっと作ってみましょうか。聖堂の剣。はい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 。死亡しかないと何言っとるのかな。当然プラスさん、まあ、大成功が当たり前だよね。本当不思議な感じでは叩くで他の地金を鍛え仕上げるで完成させるのが基本です。地金を叩くと青いゲージが伸びていき、緑色の成功ゾーンで止めるといい結果が期待できる。了解です。まあ、これはね、まあ、ね、どういうものかってものは俺のやつ見てくださいね。叩くんですよ、まずここをこうやってうらーってな。で次また同じように、ね、叩くんです。こうやってドラーって会心の一撃な。で次こちら側をね思いっきり叩くんですよ。ドラえもん、よし。で、もう一回行きましょう。次、こちら。ドレイ！あーで、オーバーした。もう、うぜーよ。ここ行くぞ。ドラー！あーで、これでね、緑ゾーンに入った段階で完成させる。やっていきましょうか。聖堂の剣。まあ、ぼちぼちかな、ここは。そう、最初はね、叩き方も普通の叩きしかないんですけどね。まあ、でも俺クラスになってくるとな。うわ、成功。くそー！大成功しろよ！プラニ！ね。聖堂の剣。まあ、こんなもんですよ、皆さん。ね、素材から装備を作って打ち直す、成功すると打ち直しの報酬がもらえまーす。ね、なんか、いい感じです。まあ、こんな風に、なんか作れるって感じです。覚えておきましょう、皆様。前回プラス3やった？はぁ、お前らプラス3いったのかよ、ふざけんなよ。俺もやろうかな。なぁ。これなんかいろいろできるんだね。革の鎧とか。ねえ、顔の揺れ打ち直せんの？じゃあ防御力上げとかない？これ。いや、ブーメランを鍛えようぜ、ブーメラン。3個いんの？ブーメラン、カミュー。お前、わがままやなぁ。うん。じゃあ、ええや。
いや、川の鎧打ち直そうぜ。はい。ここを。2個使って打ち直し。打ち直しは新しい素材使ってやるとできるのかなってやつ。リセしろって。いや、リセしません。うわ、ほら、叩くとこ多すぎ。これ。で、敵に叩いていきましょう。お、え、神じゃん。え、神じゃん。え、これ期待できますよ、皆さん。ねえ、大だら期待タイム入りましたよ。えい。はい、大だら期待タイム来ましたよ。えい。あ、ちょっと動かした。頼むぞ、世界。頼むぞ、世界。熱が足りねえ。熱が足りねえ。3つか、半分だな。行ってくれ。いいぞ。頼む頼む。よっしゃー、川の鎧、プラス 3! まあ、当然ですよね。え、プラス3持ってないやつおるん？あ、カジ、もっとやりてぇ。もっとやりてぇ。素材集めなきゃ。お、うまくできたか？お、まあ完璧だったよ。マジか、やるな、だいたら。練習したらもっとうまくなる。ここは不思議な家事をやりたきゃ。ねえ、キャンプ行くか、大事なものにやる。不思議な家事セットを使え。な、オッケーオッケー。さすがに疲れちまった、休もうぜ。で、今作からどこでも家事ができるようになったらしいですね。マジでやばくね？ちょっと BGM が熱い。さあ、日が昇っちまった、石の村目指そうぜ。大当たりヒッター、パスダラです。え、これで防御力上がったのかな。防御力が今40か。カミュ、お前防御力低いな、お前なあ、カミュ。じゃ、カミュに、じゃあ、あれ食わしてやるよ、カミュ。カミュな、器用さの種食わしてやる、カミュ。器用になってくれ。1ポイント上がったって、受ける。はい、じゃあね、ちょっと探索しつつ行きましょう。わ、出た。ワンちゃんだ。ワウワウワウ。クーンクーン。ねえ、ワンちゃん仲間になりました、皆さん。やった。よし。じゃ、清めの水。こっち側。あ、出た。根っこがあったね、ねってやつやな、確か。何やら不思議な形をした根にダイダラの手が反応してる。はあ。わ、かっこいい。俺こんなポーズしたい、こんなポーズ。はあって右手をさ、かざして。何かギミックが動くみたいな。なんだ？パッコンカココン、木を切るべ。オーラは木氷、森の恋人。お前、オンチだなぁ。カッコンカココン、木を切るべ。俺の方がうまいな。なに？カッコンカココン。昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直しだ。まるっこい特徴的。誰ダメや、こんなひどいことするやつ。誰ダメや。じゃじゃーん。それはこの俺、イタズラデビー。お前にも声ついてるのかよ、イタデビー。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ。なや。イタズラ変身ビーム。あーね、スネオの声。あ、これで犬にされるんだっけ、確か。出た。ワン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 。ケケケケケ。イタズラ大成功。声優豪華すぎワロだよな。おいらやっぱり天才かもね。3人用なんだーってね。この橋3人用。いや、違うな。次はどんないたずらをしようかな。ジャイアンも出てくるかもよ、もしかしたら。ねえ、うっててってて。バイバーイ。あ、出た、あの宝箱。覚えてる、みんな。空っぽだったクソ箱。そういや、この宝箱は空っぽだったな。すねっちゃん待ってな。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて、ストーリーのムービーのとこだけ全部フルボイスって感じですね。すげえぜ、ドラクエ。なるほどな。神も見えたの、今の内容。今の光景は一体なんだ。見えてんだね。この光る根っこに何かしたのか。こーん、お前カッコンカココン。マジか。マジおっさんだった、お前。この頃が木こりのおっさんだったのか。この世界のワンちゃん全部おっさんだった。
え、君の家にいる犬も猫も勇者様との旅は実はおっさんだった。あるかもしれぬ。まあどの道橋が直らなきゃ、俺たちはこの森から出られないか。でも俺も犬になってみてえな。よろしくお願いします。この顔舐めますよ。橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱をメスなんだけど、いや、おっさんかもしれない。それはまずは来た道を戻って俺も犬になりたい。やましい気持ちはない。わかる。俺もやましい気持ちはないけどなりたい犬に。ねえ、あの牛もおじさんですうもーっておじさんが言ってます。やだな、想像したくないわ。今俺頭の中で反乱のおじさんがうもーって言ってたもん。今もう勘弁してくれみんなはい、じゃあちょっと探索しますね。さあ本です。これレシピ？かなり古い本のようだ。違った、読めなかった。あ、レシピブック。鱗で作ろう。鱗の中で鱗の鎧。わあ、そうか、鎧この後手に入るってこれか。鱗の鎧、え、辛いんだが。え、でもう一回家事しようぜみんな。さあ、新しくできたあの作戦、大事なものだったっけ。で、道具大事なもの、家事セット、これで家事ができるんだよね。お、変な空間に来た。さて、鱗の鎧。え、弱くね？鱗の鎧。クソザコやん。じゃ、革の鎧がダイダラ装備できる方によるんだけどね。でも、鱗の盾ではね、作りたいと思います。こちら、任してください。ゲーム実況会一の家事おじさん、ダイダラが、やっていきたいと思います。盾は星さん簡単やだね。マジ？まんまのマジ？いくぞ。だって叩きますよ。こういうのはね、なるべく下から叩くんですよ、皆さん。で、一発火力、温度があるんですけど、温度が高いとね、殴った時のね、ゲージがすごくビヨーンって増えるので、なるべくね、ゲージが長いところから叩くとね、良い感じです。熱を冷ます感じでね。これ2回叩いたらちょうどいいんじゃね？実は。いや、怖い。わからんな。わからんな。プラスボタンでもいけるの？マジ？スタートでプラスボタンでショートカットがある。え、なんでそれ教えてくんなかったのこれもう一回こっち行くか。ほら。あーん、あーん、でーん、あー、全然ダメじゃねえか。おい、なんで、ちょっとゴミみたいなもんができたぞこれ。みんな、どうやって。成功じゃないよ。1ってなんだよ。1はマイナス8だわ。うん、どういうことだ。もう一回打ち直し。こんなん許されへん。こんなの俺は認めない。よし、あーちょ、待ってくれみんな。装備の革の鎧を脱ぎます。裸になりました。僕はダイダラ君、裸です。で、神のパンイチと裸のパーティーやったんだけど、ね、俺のお風呂を渡しましょう神に。これで OK。 で、でだ、でだ、よし。で、鱗の鎧も作ろう。で、これ便利メニュー、これで便利メニュー、盗賊の花、クエストリスト、こともほど、めっちゃすげえなこれ。これなんで教えてくんなかったのみんな。ねえなんで教えてくんなかったのみんな。いや、俺が気づいてなかったらねえ、それはコメントしてないと一緒なんだよみんな。うぜえやつだな俺って。ごめんなみんな。じゃあね、鎧作るよ。鱗の鎧叩きましょう。いくで。さ、できるかな。で、できるかな。で、できるかな。じゃあもう今回は、ね、セオリーを無視しましょう。いかつく行こう。いかつく来てる。ねえ、いかつくウサギ来てる。あ、これゴミくず。いかつくダイダラ、イカのダイダラで覚えてください。イカのダイダラ、いかつくダイダラ、イカのダイダラ来てる。これもう一回叩かなあかんよ。あー、なんでだよー。あー、右上、お前、鎧のおかしい。左肩の部分だけ変やってなってる。変やってなってる。プラニかこれで。まあ、プラニは妥協点ですよね。で、打ち直しましょう皆さん。大丈夫です皆さん、安心しろ。俺がついてる。
俺が今まで失敗したことあったか？ないだろみんな。打ち直しましょう。じゃあね、さっきのセオリーと逆でいきましょう。上から叩こう。えい、ほらほらほらほーらほーらほーらドンタン。よかったよかった、これはいったろ。ちょれーわマジ、ちょれーわマジ、ちょろすぎるこのゲーム。さあ、ウルコの盾プラス3。いいもんできたね。いや、まあ、一発でできちゃった、星、プラス3。そういうことにしとこうな。さて、裸のダイダラくん、今裸でね、カンカンしてたんですけど、服着たいと思います。ね、今作初めて服を着ました。オッケー。さあ、神もね、新しい装備ができて、みんな強くなったはずです。とんがり帽子買ってあげたいな、早く。な。いいね。さあ、行ってくるか。亀の武器用意してあげてよ。いや、亀ブーメランあるだろ。な、青銅のナイフとかダメだから。さて、なんもねえかな。さあ、とりあえずあれか。いたずらデビルだったっけ。ね、スネちゃんは倒しに行きましょうか。てか、俺、まだセーブしなかったんでセーブしておきますね。忘れがちだったんですけど。細かくセーブしていきましょう。よし。そうだよな。最初は錬金の特技がないからね。そう、錬金のね、その乱れ打ちみたいなやつだっけ。ね。とか、会心狙いとかさ、手加減打ちとかね、覚えてから本番なんですよ。火事の楽しいのは。な。ドラクエ10部でも火事職人やったな、昔。な。懐かしいぜ。もうやってねえけど、ドラクエ10は。はい、ではね、こちら側だ。行くぞ。俺は、聖堂の剣装備してないぞって、もっとおっと、なんで教えてくれたの、ありがとう。なんで教えてくれたのって、なんか、もう、とりあえず文句言おうとして失敗してるバカになってるね。ありがとう。行くぞ。強いの。来たな、来たな。来いよ、来いよ。三条、俺はいたずらデビル。知ってた。で？うげー、リアクションが悪いぞ。ノリが悪いな、この二人。反応薄そうな二人だわ、確かに。落ち着いて旅しそうだよね、この二人は。よい。何？変身ビーム？おいおい、どうした？それで終わりか？煽りよる煽りよる。もっとびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気なやつらめ。ふむ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。行くぞ。ウィスって言った方がいい？さあ行きましょうか。いたずらしてやる。おい、ここでも喋るの？いたずらしてやる。さあ遊びましょう。危なくなったら回復すんだぜ。わかった。ギラ？ギンギラギラギラ強いな、ギラ。え？回復した方がいいもん。初手回復。え、でも強いなおめえ。カミュがアタッカーになってもらおう。いたずらでいい。強くねこいつ。火力高っ。なにこれ。カミュ頑張って。あ、ダイダラ殴るチャンス来た。ダイダラ MP 温存しよう。くそ、このターンは殴りに行くわ。やべえ、ダメだ、殴りに行けない。きたー、ダイダラ最強ゾーンだけど、ホイミします。優しさ強すぎやろこいつ。カメの防御力が低すぎる。ダイダラ殴るぜ。おら16。カメもゾーン早く入ってくれ。カメゾーン、カメゾーン。おら、ギンギラギラギラ。やべ、カメ死んなよ。きたゾーン、ゾーンだぞ。危な、今神だった、死んでた。え、これどうする、倒しに行くか。え、全然敵体力減ってなくね、大丈夫これ。名前白いんだもんね。これやばくね。ちょっと待って、やばくねこれ。え、待って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 、落ち着け。おおおお、落ち着け。落ち着け、薬草持ってないよな多分。神ホイミして、ホイミ
か、カミュー、お前ちょっと待って、カミュー、お前、あ、カミュー待って、作戦変え、カミュー、お前、お前ちょっと言うこと聞いてくれ、頼む、行くぜ、カミュー頼む、ほんま言うこと聞いてくれ、カミュー、ホイミ、ダイダラホイミして、カミュー持ってねえの、カミュー持ってない、持ってない、カミュー、ちょ、カミュー、マジマジカミュー、お前最高だぜ。カミュー、カミュー、もう使おう、いい、行こう、シャドウアタック、ダイダラでやるよりカミュでやった方がいい、シャドウアタック、足引き止めや、おら、あいやいや、55のダメージ、ゴーゴー、痛い、カミュ死ぬなよ、カミュ、ホイミ、カミュ、きつい、 MB が、 MB がないよ、黄色馬だ、まずい、これ防御を忘れた男、俺はね、守ることはしない。くらえや、大丈夫、ダイダラ殴れ、ダイダラ殴れ、ダイダラは強い、さあ、あと赤色です、あと少しです、白、黄色、赤っていう感じになるんですよ、まあ、色が濃くなる感じ、黄色、オレンジか、どっちかっていうと、ギラギラ、やべえ、でもな、俺は攻めるとき、ここは殴りに行くぜ、カミュー、いや、殴る、俺は勝つ、待って、やばい、やばい、倒して、カミュー、よっしゃー、あぶねー、もうギリギリじゃねえか、マジ、だいたらギラ覚えたぞ、よしよしよし、ガチしんどかった、振り分けるか、カミュー、カミュー、ブーメランスキル覚える、スライムブロー、それブーメランって二刀流あったよね、二刀流、ブーメラン2個持てるみたいな、ねえ、ない、え、隠しすぎるか、それはおそらく、え、じゃあ探検の方がいいの、探検にする、でも盗む弾使わねえしな、さっき最初はね、探検上げていこうかな、後で片手剣もいけるんだね、カミュって、へえ、受ける、よし、探検にしましょう、また後で、結構強かったね。床ペロしないのか、まあしたことないよ、大丈夫だよ。ぶったまげた。消えた。また命を奪ってしまった。おーい、おーい、旅人さん方。スネオめっちゃ強かったね。あ、出たおじさん。まさかあんた、あのワンコロか。ワン。わっ、待ってない、おオラは聞こえる、ここ覚えてるわ、あんたらのおかげで人間さは戻れただ、ああ、そうか、いや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ、何かオラに手伝えることは、この世代マジおじさんになると横に太るっていう、手伝えることか、ななあ、あるぜ、そうだよ、あの魔物が壊しちまった橋は未来の大体だよ、マジか、俺になっちゃうの、あれ可愛らしいじゃん、俺ならお安い御用だべ、ね、おべべ、橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んで、俺もうヒゲ脱毛しちゃったから、これこんな早いとこないと思うよ、さすがに、そんじゃお言葉に甘えると、ああ、おじさん、おじさんそれぐらい早そうと思ったら、うん、大変じゃないかな、多分背骨は縮んで太くなるの折れそうっていうね、確かに、いやいや、お待たせしてすまんかっただ、そうかだ、壊れた早いね、オラがバッチリ直したぞ、有能だぞおじさん、ねえ、してるよ、俺雑毛してる話もう昔から何回もしてるじゃん、雑談放送だけどね、いたずらデビルが育毛剤仕掛けたってくさ、もう仕事が早いじゃねえか、おかげで助かったぜ、なあ、それにしても、うん、そこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えた、そうそうそう、過去が見えたんだよね、過去が、そのあったら過去の世界が見えるっていう話、よく考えたら命の大樹の導きに間違いねえべ、大樹様で出てきました、命の大樹、なんかあの大樹のムービーがめっちゃ綺麗だったのを覚えてんだけど、あまり覚えてないっすね、よく聞かされてたな、世界の真ん中に浮いている大きな、ちょ、これ意味わかんない、浮いてる木ってのがよくわかんないよね、ほんと、命の大樹さいうもんだ、でっかい木です、その葉っぱの一枚一枚に
全ての生き物の一応それが世界中なんだっけ、あれが世界中の歯とかあったもんね、確かあったよね、あった。あー詳しいなおじさん。なんかあれですね、博識ですねこの人、多分大学出てるよ。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた、いろんなとこにあったよね、本当は。根っこが顔を出したもんなんだ。根っこだっけ。だからこの世界は至る所に根っこが張り巡さられてる。あの根は選ばれし者だけに胎児の意思を伝える。意思を伝える。オラの爺様はその不思議な奇跡を胎児の導き、そう呼んでいたんだ。導きな。でこれ導かれてどんどんね、各地の事件とかを解決していくって感じです。過去を見て原因を探ってっていうね、それがドラゴンクエスト11ですので、しっかりと攻略していきましょう。久しぶりの放送来たらありがとうございます。一生来てくださいね。兄ちゃん、あれ命の大樹に愛されてんだな。マジか。髪の毛もサラサラ。え、髪の毛サラサラな人ほど愛されてる人、みんなサラサラ。俺全然サラサラちゃうねんけど、どうしようみんな、愛されてない。命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、ああさっさと行こうぜ。サラサラだな、タイトラいいな、サラサラ。はい、ということで大樹に愛されし者、選ばれし者のみに命の大樹の意志が伝えられるという大樹の奇跡を起こした者に贈られる称号だね。え、愛されボーイですよ僕が。照れるなみんな。さて、愛されボーイの私ダイダラは今から新しいところを進んでいきたいと思います。こちらですね、ナプガンダ密林のね、どんどん先へ行き、医師の村に向かっていくって感じですね。デルカタール地方へ頑張っていきましょう。そこそこサラサラ、いやもうそれは全然ね、愛されてるね。バッサバサ、それは愛されてない。じゃあこれカミュに渡さなあかんわ、みんなカミュに薬草。カミュ、ちょカミュ持ってけな、マブダチやから。よし、じゃあどんどん行きますか。マルティナ使わない縛り、いや絶対使うから。マルティナちゃん使わないとかありえないでしょ。マジハ倒しよう、マジハ。マジハじゃなくてビッグハットやった。俺お前らの名前覚えられない。マジックハット、トンブレロ、ビッグハット、この3体はいいのはわかる。ダメだね、持たせ忘れるよね。でも雑魚敵戦では神のさ、やっぱ有能じゃない。ブーメランブーメランブーメランって脳みそを殺しながら戦えるからさ、すっげえ楽。初見のためにこんにちはです。え、サラサラやけど愛されてる気がしない。でもさ、勇者だってさ、悪魔の子って言われてさ、この後も胸が苦しいね、なるんだからさ、なんか愛されてるって大樹に愛されてるからって運がいいとかさ、そういうことじゃないと思うんですよ。多分ね、サラサラヘアほど、主人公補正じゃなくて、勇者としての困難、ね。辛い試練が厳しく、ね、のしかかってくると思うんです。かわいい！かわいい！持って帰る！ね。勇者ってのはやっぱ試練をね、乗り越えるべきものだと思うんですよ。いいですか、皆さん。ね、サラサラの人は、頑張ってくださいね。乗り越えてくださいし。地獄を、地獄を。かわいそう。かわいそう。かわいいね。やばい。ねえ、猫ちゃん？ワンちゃん？ねえ、猫？どっちかっていうと。かわいいな。まあでも、ベビーパンとかさ、キラパン？ねえ、ゲレゲレとかは、やっぱ、最高だよね。ドラクエ5やってたら、愛着が湧いてくるよね。うん。いや。うわ、結構めんどくせえ編成な敵。ベビーカワンから倒すか。ね。ハラパンは？いや、ハラパンもみんな好きでしょ？ハラパン。おら！ここが縁か、おら！ハラパンも嫌だな、俺。おら！ブーメラン！片方外すのやめてほしいな。あっつ、ギラやん、それ！実質。お前！痛い。敵の数を減らそう。出た彼女じゃないか。違う。イレブンって移動速度こんな速かったっけ。え、速かったっけ、わからん。俺、昔のやつと比べて、あ、でもダッシュボタンがある。ほら、見て、これダッシュボタン。普通の移動速度はこれだったんだけど、ダッシュが今作から、もしかしたら。前からあったのかな、全然わからん。これダッシュ、これ、ダッシュ。ほら、めっちゃ速い、めっちゃ速い、ダッシュ。いや、走るー。ね、楽しい。
てか敵よりもっと倒さなあかんねんね、今日よく考えたら。これこの縛りプレイだったらもっとレベル上げていかないと俺積むんだけど。頑張って倒しますね。渡すいよし。そう、上から行くルートと下から行くルートあるんですけど、こっち側なんもないよね多分。下から行くか。じゃあダッシュはなかったかもしれん昔って。おお、あ倒しちゃった。ダッシュは速いけど小回りが効かない。そうなんだよね、くるっと回ったり回転ができなくて。だからね、ダッシュを押したり離したりみたいな感じで、直線ダッシュ曲がるときはダッシュ離すみたいなね、あの基本的な操作も必要になってくるよ。戦闘の入りも速くなってる。なんかロード時間 PS4 版より速いんでしょ確か。スイッチってすげえな、やっぱ任天堂スイッチ最高。ギガティスはまだ行けないでしょあそこ。行きたいけどね。うん、アクション RPG だよ実質。確かにさっきコメントにもハグレメタルに見えたってコメントちょっとあったんですけど、俺も一瞬見えたわ。あれ、ハグリン。お前のその形ねえ、詐欺ですよそれ。よし、ね、プラスのやつで神のあれ使って、盗賊の花使っといた方がいいって。オッケーオッケー、使いましょうか。宝箱の量を探せ。花、どうやらまだ2個がありそうだ。2個もあんの。これでも宝箱も全部開けなくてもいいでしょ。開けた方がいい。じゃあ開けるね。な、明日ドラクエ買ってこようかな。いいんじゃねえのドラクエ。よいじゃ。ん？迷惑な魔物のせいでとんな道草食っちまったな。気を取り直して先へ進むとするか。お前の故郷石の村はデルカタール地方の渓谷地帯にあるはずだ。デルカタールへ行く前に寄っていこうぜ。神殿に行く前に寄っていこう。あ、先に神殿より先にあれなんだね。あ、宝箱あった。ほら、さ、魔法の小瓶ゲット。小瓶な、 MP 管理も結構重要になってきそうだよな今回。 MP、 俺が MP 管理下手くそなんだよな。これなんか向こうパッと向くとかないの。パッと向く、あ、あったあったあった。 LR 同時押しだった。よし、ね、主人公が向いてる方をふいって向いてほしいの分かる。みんなこのドラクエでね、なんかカメラの移動が遅いんですよ。だからこっち行こうと思った時にカメラぐるーって回さなきゃいけないんだけど、これで、よいしょ、 LR 同時に押すとすぐ向いてくれるから便利です。やっぱ最高だぞ。やっぱ基本的なゲーム操作は適用されてるって感じですかねこれ。スイッチがない。なんだと？宝箱じゃなくても、え、あれ、壺や樽も反応する。え、じゃあ1個取り逃したよ。カメラの移動速度変えられる？じゃ変えようぜ。ちょっと待って、 R3 でもできるの？どんどん情報が集まってくる。ねえ、あ、早くしよう。倍にしとく、倍速。ねえ、早いかこれ。変わったか。全然変わった気がしない。ちょっと待って、カメラ設定全然変わった気がしない。9にしよう。9に、ね、あ、これ俺これぐらいが好き、これぐらいが好き、これぐらいが好き、これぐらいが好き。行こう行こう。9がいい。9あんま変わらんねえ。そうなんだ、全然変わんなくて笑った。はい、じゃあ行ってみるか。あー、懐かしい、クソザコモンスターたちだ。おら、パンチしてやるぜ。でも大丈夫皆さん。いや、でもなんで大丈夫かって言ったか分かりますか皆さん。いや、分かる方はもう天才。そうです、ギラがあるだろう。焼け、よし。おい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 、雑魚すぎねえか。まあ俺に貸したかったらその30倍持ってこい。な、全部ギラだけど。いや、ギラ強えな、やっぱ。さあ、石の村はここですね。デルカダル地方のこの渓谷、ほんと石と石のね、石の谷、山というかな、囲まれた渓谷地帯にあります。行ってみましょうか。さあ、デルカダルの王にね、伝えたことを覚えてますか、皆さん。ね、ここに村がある。ホメロスが軍を率いてやってきた。石の村はどうなってるのか。降りんのかーい。行ってみよう。懐かしい。なんかもう1年ぶりって感じだ。え？え、あれ？平和だ。ワンワンワン
幼馴染のエマよって。ね、出れなくなった。不思議な光の壁がある。あ、出た。ここおじさんだ。ここを指してる。兄ちゃん見ない顔だな。うん、おじさん俺のこと忘れた。あ、バカなこと言うな。おじさん、どうして。王様からの命令です。この村の大ダラは良い子なので見かけたら飴玉をあげましょう。やったー。まったくもう大ダラちゃんったら、今回も派手にいたずらしたもので落書きで看板が読めないわ。え、俺が書いたの。みんな命令やで、大ダラ見かけたらちゃんと飴ちゃんくださいよ。皆さん飴ちゃん渡さなかったらあれやで、国外追放やで。ダンのダジャレノートだって。すごいぞ、ダジャレがどんどん頭に浮かんでくる。こんなことは初めてじゃ。ねえ、神の岩からダイブしてみた。ダイブ痛い。でで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 。最近太ったなんてエマには言えません。ででででででエマにも教えてやろう。絶対叩かれんでこれ。ダイダラより面白いじゃん。いや俺の方が100倍面白いだろ本当。私は体が弱くて寝込んでばかりだから、娘のエマはとっても寂しがっていた。あ、これエマママなの。俺エマママの方が好みだな。エマママ、エマは明るく笑うようになったの。あの子の映画は彼のおかげね。エマママ、エマパパ、お前ちっちゃいおっさんなのによく結婚できたな、あんな美人と。あ、やっぱ権力のさ、権力なんかこの世界は。え、知っとる。お会いしましたかな。物暴れはいい方なんですが。エマママって噛みそう。エマママ、マが3回ありますね。エマママママママ。じゃあ行ってきますね。あれじいちゃんなの？ねえ、ダンはおじいちゃんなの？なんだ。じゃあエマパパもどこあんねんだ。エマパパも。エマパパどこにおるんだろう。この世界パパって案外いないんだよね。やはりあれなんでしょうか。ねえ、戦争あんのかな。狩りとかに行って不幸なことが起こったりとか。ねえ、それとも畑仕事してるんでしょうか現在。よくわかりませんが、てか宝箱この前あったよね昔。えまま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 まってね、なんか頭がおかしくなりそうですね。イエイ。さて、カミュに教えてもらうかあるかな。ここにはダイダラにはできない。え、カミュいなくなってんじゃん。よく見たらカミュ、カミュ、ごめん今気づいた、いないこと。カミュ、嘘、どこ行ったんだカミュ。おじさん、おや旅の方とは珍しい宿はないんだ。ペルラさんなら止めてくれるかもな。ペルラママ、やべえじゃん。ドラクエイレブン、おっす、こっちはっす。教会誰もおらんやん。ブツブツ、あらやだ、そこにいつからいたの。レディの祈り盗み聞きなんて旅人さん、はしたないですって。立ち、すくって立ったで。教会に行くのは、いつやろうな。ドラピピのパパ、俺のパパどこ行ったんだろう。カミュいないの、な、つらい、馬。ねえ、水がうまい、馬だけに。あ、ね、縛りプレイ中なのですいません、ほんと。面白いことを言わなきゃいけないっていう縛りプレイ中ですので、ちょっとちょこちょこ面白いこと挟んでしまいますので、ご了承ください。うわー、この縛りプレイつらいな、やっぱり。なんもねえな。ダンの方がいい。いや、ダンよりはおもろいって俺の方が。マジ失礼だわ、みんな。面白いこと言えない縛り。いや、面白いだろ。中心に立てる大きな木は、ね、雨にも風にも負けず成長続ける不思議な木の枝です、じゃ。ほう。特別なことが起こるかもしれんの。こっち行けないんだね。ね。タルを壊したるって、タルだけに、あ、何これ。神の家は危ないので入っていけませんね。うえー、お、馬さん。ひひー。ひひー、お前なんか嘘つかねえ、嘘。喋りかけたら、なんちゃってとかなんだけど。刺すぞって。え、怖い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 。え、なになに、え、西田さんナイフ持ってんの。え、おまわりさーん。こいつは村で一番足の速い馬でね、もうすぐ母親になるんだ。こいつによく似た足の速い子産んでくれる。え、じゃあこの子が俺の、ねえ、馬のママね、馬ママね、馬ママ。エマママになんか似た響きを感じるね。馬ママとエマママ。すごい言いづらい。こんにちは。
やられたわい。水亀の宴ならカエルが飛び出してきよったわい。おかげで水亀ひっくり返して床が三つ橋になってもうと思った。ダイダラのやつどこ行きよったー。ダイダラくんやんちゃすぎひんか昔。なあ、でもさっ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 さすコメントとかマジ久々に見たわ。めっちゃ怖い。今日枕高くして寝よう。よし、何もねえのここ。ママ、あのママの家行く。ママの家ねえ、ダラママの家。ダラママ、ダラママ言いやすいな。チェッ、エマちゃん釣れないな。隠れも途中だったのに僕を置いてどっか行っちゃったんだ。きっといつもの場所でダイダラと二人で遊んでるんだね。もう完全エマちゃん昔から露骨やってんな。露骨に狙ってたんやな多分な。虎視眈々と悪魔の子してんの。確か悪い子だよね、ほんと。腹減ったなぁ。ペルラさん、ちのシチューは、今日もシチューだ、いい匂いがするぜ。あそこは、あれこそお袋の味ってやつだろ。旅人さんにも母ちゃんがいるだろ、たまには帰ってやれよ。オケマルです。帰るか、今から。だいだら商品の水にカエル入れるし、落書きするし、やべえやつ。お前、昔もそんな格好しなかったっけ。母ちゃんの飯は、うめえぞ、食べていくか。すまんねえ、全部俺が食っちまったんだ。あるでしょここに。ねえ。こいつ嫌な嫌なふくよかな人ですね。ねえ、デーブーとは言わない優しさ。初めての馬。え、何、私馬に乗ったことがなかったの。みんなは便利だって言うけど馬が怖くて。でもこの前乗ってみると速くて感動したわ。乗らなかったこと後悔する。しかも馬指の鐘で呼んだら駆けつけてくるの切れないで可愛い。ビバ馬。馬なしの生活考えられない。いやらしいやつだぜ。ね、何食ってんの今日。俺みんな聞いてくれる？俺今日ね、晩ご飯にピザ頼んだんですよ。あの、噂の1キロチーズピザ。ねえ。いやー、すごかったっすね、皆さん。1キロチーズピザ。あれね、もうマジで悲しいことがあってさ、一口食べたら飽きちゃった。やべえ、あれどうしよう。残りマジどうしよう。ねえ。マジどうしよう、マジ。一口で飽きて残ってるんだけど。ね、あれ、マジどないしようか。トッピングなんか乗せないと無理だわ、あれ。助けてくれ。ねえ、昼にピッツァ食ったって。奇遇だね、仲良しだね、俺たち。今日こそ彼女にプロポーズするんだ。マジか。大地の精霊は見ておられます。勇気を出しなさい。なあ。視聴者プレゼント、いや、なんかチーズしか乗ってないんだよ、1キロピザって。だからね、しかもなんかね、濃厚すぎるんだよね、ピザが。だから、もう一口で無理ってなっちゃった。だから、冷凍してます、大体。実家に送る。だから、トッピングをね、買ってきて、明日はね、トッピングして食べるよ、これ。野菜乗っけようぜって、野菜ね。なんか、ほうれん草乗っける、ほうれん草。リスナー食べに来る。いいよ、リスナー食べに来ていいよ、みんな。ねえ、一人ね、1500円でいいよ。二人来たら元取れるな。息子はあの年になっても嫁っ子さんもらう気がなくてね。オッケー。さて、上行きてえな、上。ぼったくりじゃないよ。ベーコンとかハム買ってこいって、そうだね。ベーコン買ってこいよ、ベーコン。おじいちゃんだ、一人旅かね。よいのう。旅とは出会いじゃ。あんたも特別なものに出会えるなんじゃ。嫁さん見つけてもうたわ。旅で出会いを見つける。確かに閉鎖的な村とかではね、そんな、ね、やっぱ出会いは少ないから、旅をして外で嫁さんを見つけてくるだっていう。嫁さんを見つけてくるだって。なんだ俺、どうした？うん。みんなでそう、トッピングを持ち合って、みんなでトッピングを持ち合って、ねえ、ピザパスよっていうやつ。楽しいじゃん、絶対。陽キャな遊びって感じ。さて、ここ。アンチョビとか持ってくるって。ああ、綺麗な間。なんかないかな、他に宝箱アイテム、つぼある。闇ピザするデスソースもありだよね、ほんと。全部のね、部位にまんべんなくそれを乗っけて食べるっていう。いや、きついな、それ。よし、一口のカルパスのせようぜ。確かにな、蜂蜜とか美味しい。なんかメープルシロップ的な
ね、甘いのかけたら意外と美味しいよね。わかる。サッカー今すっげえ蹴っちゃった。楽しい。サッカーしようぜっていう。お前んちのかぼちゃなーって言うんだよ。ボールはお前んちのかぼちゃなーって。イエーイママーって。え、あ、悪魔本当に。ピザ食べきるまで寝ない配信、いやもう無理だよね。 100% 死ぬ俺が。かぼちゃ乗っけろってね。オッケー。ママー、ママ何も変わってないね。お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。ママお腹が空いたでしょ。さ、早くテーブルに。え、過去の世界に来てんだよな、要はここな。え、人んちに勝手に入ったらまともな反応。自分がダイダラであることをペルラに伝えた。うん、ダイダラだけどみたいな。え、俺ダイダラだけど。何言ってんだい、うちの子は。何言ってるんだい。え、うちの子はまだ6歳だよ。6歳お前さん、私をバカにしてるのかい。ママさ、とっとと出て行ってくれ。めっちゃ怖い、怒ってるやん。ママバブー、6歳？俺5歳じゃなかったね。年取ってたわ。もう5歳ネタ言わないから。あ、出た。これ、泣いてるエマちゃん。君かわいいね。ちょ、ママにも買いに行こうぜ。ママー。チュイーッス。ね。よし。出ていけって言われたからな。ちょっと、あれだ、先立つものが必要なんでね。すまないね。またお前3回出てっておくれ。ひどいよ。俺が何しちゃってんだ。まあ、ちょっと漁ってるだけやのにな、今。でも、みんなどうする？家族にさ、急に、あんた誰なんだいって言われてさ、追い出されたら、心が折れる。大人だったらね、なんだろう、自活できる、ね、一人立ちできる 時だったらいいけど、子供の時にそんな言われたら俺もう積むよ、人生積んだよ、ほんと。で、公園で寝泊まりせなあかんわ。え、どこだ？よし。ルキって結構の年になるよね、ほんと。ドラクエウォークやってる人だったらね、渋谷で行ったらハチ公のね、お土産もらえるんだけど、それがルキの像だからね。ぜひとも皆さん、もらいに行きましょう、ルキのことを思い出して。え、エマちゃんどこ行った？あの木のとこだ、あそこだ。ドラクエウォークのね、お土産ってね、基本的にスライムが描かれてるんですけど、どんなお土産でもスライムが映ってるんですけど、渋谷のハチ公だけね、ハチ公のお土産だけスライムがいないんですよね。なぜかっていうと、このイレブンのイレブンのワンちゃんがいるからね。覚えておくといいですよ、豆知識。ドラクエ豆知識これ。ワン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 、かわいい、かわいいなぁ、子犬の頃。大きくなってもかわいいけど。私のスカーフ、取ってあげますか。いいえ。ねえ、いや、警察通報されたくないから。うん。泣いてる人に近寄れないよね、今大人だから俺。ねえ、リアルな豆知識で腐って。やなすやなすよ、取ってやるよ。ねえ、優しいな俺。ほら、お嬢ちゃん、これでしょ。 ありがとうお兄ちゃん。なあ、感謝しろよ。どうやって引っかかるんだろう、わかんない。あら、エマって言うの。かわいいね、エマちゃん。ダイダラって言うんだよ。ダイダラ、わかったわ。お兄ちゃん、あの子を探してるのね。あ、そう捉えてくれた。大体どこいる？あの子ならテオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。テオだってよ。あ、そうか、ここ思い出したわ。そうだ、おじいちゃんに、おじいちゃんと会うんだな、あの優しいおじいちゃんと。エマちゃん子供の頃からあざといって。でも可愛いじゃん、ほら見て、エマちゃんのあの動きね。可愛い、揺れてる、エマちゃん。エマちゃんかわいいね。にゃんにゃんにゃんゴロにゃん。え、ルキお前もか。
びっくりした。え、何事と思った今。兄ちゃんこっちよって。犬も嘘つくんだね。じゃあこっちよって、ね、エマちゃん先行きたいかい。エマちゃん先行きたいかい、ね。よし、初めて見たわ。ね、犬まで嘘つくっていう、すげえ世界だよここ。彼女の前でいい格好しようとも手おじさんに、手おじさんと釣り勝負したけど負けちまったよ。手おじいさん魚釣り名人なんだね。この先は神の岩っていうのがあるのよ。そっか。ひひー、馬とかもじゃあみんな嘘つくのかもしんないね、いつか。牛もワンワン言うんじゃね。ほらよし、ね、あーグロッって言うのミルク落とさんのお前、ビルダーズやったらミルク落とすぞお前。くれへんな、もう。いっぱいいるな、うさぎもいる、かわいい、ね。さて、幼女を、ね、置き去りにして一人、ね、サッカーしに来ました。なんもねえな、ここ。抱きしけた村だぜ。そうだ、おじいちゃんと会うシーンはね、俺もすごいですね、ほんと。じゃあ、とりあえず、撮るものだけ撮っていきましょう。仲間全員 に嘘つかれる。仲間は嘘つくのかな、確かに。聞いてみたいね。神とかによく話しかけてみよう。この先は神の岩だ。ねえ。ゴッドストーン。いや、ゴッドストーンって言ったけど、岩だったらゴッドロックだよね。ゴッドロック。みんな訂正しておきますね。な。いや、ゴッドストーンって聞くと、ドラクエ7しか出てこないんだよね、ほんと。なあ。ホカホカストーンのせいだ、ホカホカストーンの。さあ、もうとりあえず、こうなんでこれ。なんか、足場。あれ？いなくなっちゃった、幼女パイセン。どこ行ったんあいつ。おう、お墓。お墓も様々ですね。あ、いたいたいた。もう、足早いね。お兄ちゃんこっちよ。あそこにいるのがダイダラよ。ダイダラじゃーん。ダイダラとホンダラって五感似てる、やめてもらえます。ねえおじいちゃん、はしご知らない、はしご。お、かわいい。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。おじいちゃんだ。わかったわかった。待っておれ。待ってよ。あ、また縛りプレイが出てしまった。面白いこと言う縛りが。はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんがスカーフを取ってくれたから。ね。でも大だらってことは言えませんだね。エマだけに。あなたに会いに来たんだって。知ってる人？顔さクリソツすぎやろ。知らないよ。え？うん、あの青年はわしに用があるようだ。ほうほうほう。二人は子供の頃はしっかり喋る。大人になったら無口になったんだ。はい、言ってよって。じゃあね、素直だな、ダイダラ。バイバーイ。ダイダラかわいいねって、ありがとうございます。ダイダラは、ダイダラかわいいね。お前さんもあの子じゃな。いいえ。え？何？何を言っておる？テオさん。隠したってわしにはわかるわい。おじいちゃん。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。そんな辛そうな顔をして、一体何があった？優しすぎるだろう。わしに話してみなさい。そうか、今の服テオのお下がりなのか、この服。ダイダラはテオの言いつけを守って石の村を出た後、自分の身に何が起きたのかテオに話した。悪魔の子にされ、迫害され、今は追われる身である。どうやらお前さんはそういう感じですね。わしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。俺こういうさ、なんか家族の愛というか、こういうの感じるとちょっとね、うるっとくるんですけど、デルカダールを裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。おじいちゃんすごい。デルカダールが頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。おう。だがこうして話してる。あ、そうだ、時間ないんだ。あまりなさそうじゃな。良いか、よく聞くんじゃぞ。
ダイダラ兄弟いるの、兄貴がいますよ。私は裏を出て東に向かったところに、ふむ、石の大滝があるじゃろ。あ、分からんけど。戻ったらそこにある三角岩の前、これ覚えててみた。石の滝の三角岩の前、ホリホリ。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。東にある石の大滝の三角岩だ。あ、おじいちゃん、しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保者じゃ。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。ておじいちゃん、人を恨むな。おじいちゃんのね、この言葉は俺に重くのしかかる。この後の出来事を見ても、俺は人を恨まずにいることができるのだろうか。辛いやつやん、ほんまに。なあ、だってラスボス、なんか、恋ユニさん、スパチありがとうございます。ドラクエイレブンもラスボス前でまでダウンロードさせてもらった俺、お前のおかげで海の上で生きていけたぜ。ありがとう、オッケー、ナイスナイスパチです、ありがとう。ねえ、俺の動画をダウンロードして見てくれたんですかね、ありがとうございます。ダウンロード制YouTube プレミアムだったらダウンロードできるんだよね、動画をダウンロードしてオフラインで見れる。結構便利ですよね。俺もね、昔ニコニコ動画で実況動画をね、あのタブに全部これでもかって詰め込んでダウンロードして、あの出かけてたからで合宿先とかで見てた。めちゃめちゃめっちゃわかる、ね、ああいうのすごい。ってことで皆様、覚悟はできましたか？今からね、現実世界の医師の村に戻りたいと思います。皆さん、おじいちゃんの言葉を守りましょう。絶対に人を恨んではいけない。忘れちゃいけないよ、みんな。あれ？さあ、帰ってきた。長いロードだ。カミューどこ行ったんだろう？あれ、ダイダラ、エマちゃん、ルキ、お兄ちゃん、さっきは俺を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれた。めっちゃええ子、ダイダラ、ええ子や。この村に遊びに来てね。おうおうおう、ここに住んでんやけどな。晩御飯までもう少し遊ぼうよ。エマは何して遊びたい？なんか聞こえる。また手をどこ行くんだ、うん、3人で一緒に遊ぼう。過去の思い出、でもこれはすべて大樹の導きによって見せられた過去の思い出。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か。え、石の村は滅んでしまった。まったくひでえことしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。褒めやすお前を捕まえた後出る、あいつぶっ殺してやる。焼き払った絶対許さねえからな。お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか。いや、もうやばいことあったんですよ、本当。へえ。ダイダラはこのことを忘れないだろう。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。あいつ！お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあ。じいさんの言葉を信じて。じいさんの言葉。石の大滝と。なんで知ってんだ。あ、見たの、神もそのやつ。石の大滝は。さっきの言ったんだっけ。村を出て東に向かったところなんだな。人を恨んじゃいけないよ。いや、ホメロス人じゃないから大丈夫だよ。多分。くそ、辛い、やっぱな、辛いよやっぱ。辛いのはわかるが、ここにいても。そうだな、始まらない。ここでくよくよしてても、行くぞ。
何も進まない。コメロスをぶちのめすため、俺はまた一歩踏み出す。村がこんなことになっちゃった。みんな、ここは道具屋。もう誰もいない。薬草とか落ちてないかな。あ、ねえ、これは普通のなんか民家か。ちょっとあそこ行ってみるか、テオのところ。でもこれ辛いよな。ここに門番してたマッチョも多分やられたんだろうな。ほんとかわいそうに。僕のせいではありません。そうそう、どっか寝れるベッドなかったっけ。教会じゃなかったかな。どっか寝れたとこあった気もする。ね、そう、お墓、テオがいたところには何もないね。ここにおじいちゃんと俺さっき会話してたんだよな、さっきまで。実家へ出る？実家行くか。ママいないかな。ママ自宅のベタが残ってた。オッケーオッケー、ありがとうございます。教会じゃなかったんですね、失礼しました。体験版でここまで遊べたの、もしかして。なんかセイヤとベロニカあたりまで行けんだっけ、確か体験版でも。どこまでできんね、体験版。恐ろしい。このシーン見せちゃうんだね。はあ、あ、夜なっちゃった。教会も行こう。オッケーオッケーね。教会いつ行く。教会、あ、もう夜だからね。明日かな。でもさ、神の岩のところは行けないのかな。行っても、いや行けるけどって感じか。行かなくていいか、さすがに。すまない、面白いこと言っちゃう縛りなので申し訳ない。でれ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 、大だら面白いことを言ってしまう。体験はサーカスみたいなところまで。どこだサーカスって。覚えてないな。この後デルガタール神殿行って、その後なんか砂漠っぽい荒野っぽいところ、温泉街だっけ、あそこに行くところらへんまでは覚えてる。ここ壊してなかったな、そういや。あ、なんだゴールド。セーブできないのによくやってるな。あ、セーブできないのか、体験版って。ようやるな、それ。みんな暇なん。ねえ、ダイダラ君、言い方ね、ほんと。よく怒られるでしょ、そういうとこで。みんな。さて、コイウェニーさん、スペシャルありがとうございます。iPhone7 で2時間ちょっとの動画を20個で80ギガダウンロードしたって。この金でカップ麺食い、ありがとうございます。大丈夫です。カレー飯かは、カレー飯。240円ぐらいだったらカレー飯だよね。もう俺カレー飯。なんかね、カレー飯に裂けるチーズを入れるとうまいって、某料理研究家の人がツイッターで上げてたので、この前買ってきました。でもなかなか食う隙がなくて、食えてません。いや、カレー飯で1キロチーズピザ入れたらいいのか。いや、それは違うな、なんか。ああ。ここは元が何もなかったか。てか、いろんなもん落ちてんな、カサキリの羽。いや、家があったとこか、ここ。屋根がなくなったんだね。いやね、あ、天才だったな、俺。ついに見つけちゃったね。さあ、ベッドです。こっちが俺のベッドだったんだ。ダイダラのベッドが焼き残っている。おやすみなさい。さあ、ここが実家ですね。おやすみなさい。おはようございます。ママー、ママのシチュー食べないよー。ママエモン、うわー、無理だ。辛いっすね、ここ。俺の実家なくなった。みんな今日から泊まるとこないんだけど、みんな。リスナーさん、誰か止めてもらっていいですか、僕を。ねえ。くそー。でも大体ベッドないよな。ベッドがあるのはほぼダイナランチだけだったね。あ、教会残ってんだ。オッケーオッケー。はい、さあ、教会。なんか人いなかったっけ、中に、この中に。商人とかそんな人が。ねえ、教会に。いないか。誰もいないっすね。
許可ーい。あ、宝箱ある。イエス。なんとレシピブック聖堂騎士団案内。何これ、騎士団の服だって。え、騎士団の服ってちょっと待って、作れんのかな。庭でいいなら止めてやるって、犬小屋があるぞって。やめろ。なんか急にレベル上がったんだけど。これまでの冒険によって鍛冶技術が向上した。集中力が1ポイント上がった。イエイ。特に技は覚えない。さあ、なんか新しいの作りましょうか。騎士団の服ですね。え、めっちゃ下がるやんこれね。えでも作っとく、一応経験経験。騎士団の服、ベリー入れとく。ベリー、そうだよね。教会は信仰心的に壊せないっていうね、そういうとこだよ。叩くよ。どう叩こう。こっちが叩く。超えないかな。えい。あ、神じゃない。えい。神じゃないな。えい。あ、いや。なに。え、そい。あー、どうしてー。主人公のレベルとともに家事レベルが上がっていくんだ。オケマルです。まあ、プラニですね。まあ、プラニは妥協な。打ち直しの報酬があるので、いいでしょう。村潰した騎士団の服が手に入れる。えぐいよね。誰が着れるの、騎士団の服。見た目？服？鱗の鎧のとこ？これか。あんま強くないんだよね。神を着る？神を、騎士団の服。守備力下がるんだけど。でも魅力が上がるんだね、これって。魅力上がっ、だからやっぱあれか、公務員みたいなもんじゃん。国に仕える立場ってやつ。公務員は魅力が高いってやつ。なるほどな、深いぜこのゲーム。安定職についてるってだけで魅力が上がるってな、やっぱ。あれ、いた人が、すまん、いたわ。私は旅の神父ゼロカタールで噂見にして駆けつけたが遅かったです。悪魔の子育てた罪深き村を裁きの炎によって浄化したと王様おっしゃった。しかし焦げ前にして罪深きはどちらか分かりません。えん、以下略です。さあ、とりあえずセーブしときましょうか。この人いい人ですね。うん、ベンツに乗ってそう。ファンタジーに現実混ぜないでって。いや、でも似たようなもんだろね。はい、私はデルタカールって名乗ってると思った。俺もそう思ったよ。ちょ、なになに、よし。はい、では行ってきましょうか。エマちゃん家です、ここが。皆様、エマハウスで、エマハウス。エマちゃん、なんかある、エマの手紙とかないかな。エマちゃんもいない、誰もいない、辛いぜ。さあ行くか。誠罪深きはね、王様です。いや、もうマジで、あいつら許したらあかんで、みんな。なあ、この殺意で、この殺意を糧に、俺は前へ進む。行くぞ、みんな。これ、スイッチですよ、スイッチ。さあ行きましょうか。そう、馬に乗っていくぜ、久々に。うまい。ただ今から行くのは、東ですね、東。滝だっけ？滝にあるところの三角岩を掘れって言われたんで、今から掘りに行きましょう。で、人を恨んじゃいけないよって、ね。でもさ、俺、あれなんだよ、人の言葉を守らない人なんだよね。よし。さあ、開けましょう、宝箱。イエス。打ち直しの報酬、やったー！これめっちゃいいもんだ、打ち砲。打ち砲ゲットですよ、打ち砲。はい、じゃあ、下行きましょうか。こちらへ。人じゃないの？いや、人だよ、俺。人じゃないじゃんって。馬乗ってても宝箱開けられるって、マジ？それはねえ、ねえ、なんでもないっす。よし、行こうか。今、うまいって言おうと思ったけど、やっぱ、なんかね、呪いに打ち勝ったよ、俺。この辺か、三角岩って。これか？三角岩。よいしょ。降りるか。神全力で走ってるのかなって。確かにな。この馬一人用なんだって言って、神、後ろから、おーい、ダイダラ待ってくれーって、後ろから追っかけてんのかな。
そう思うと面白いっすね、なかなか。カミュー、お前最高だぜ。さ、三角岩ってどこにあるんだろう。ないな、なんも三角岩。これか、三角岩って。これだ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 。掘ってみましょう。カミュー、ごめんな。でも素早さ高いから大丈夫よね。なんかある箱、タイムカプセルだ。俺タイムカプセル埋めたことないんだよね。よかった、黒歴史がなくて。手紙か。ふむ。一つはかなりボロボロだな。あれ、おじいちゃんがあの後に書きに行ったのかな。あなたが、あれ、この手紙を読めるようになった子。これは、私はおじいちゃんの手紙じゃねえ、ママの手紙が。いないでしょう。あなたが生まれてすぐ、故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。ママの声可愛い。心ある人に拾われ立派に成長したら、ユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あ、だからママに言われてたからデルカダールに行くのじゃって言ってたよな。うん、ママママが、ママママ、大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う。この手紙いつ書いたのって。それは逃げる前だよ。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう、ね、いや賢い人はね、失敗したこと時のことも考えるから。ごめんなさい、無力な母を許して許してって、もう息も絶えたいみたいな感じで手紙書いてるな。そっちの手紙はどうだ。もう一個。さあ、本物のマグマの手紙を読んだダイダラ君、次の手紙です。2通目。なんかあるで、高そう、宝石売れるぜ。あれ、親愛なる孫へ。テオだ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束の未来から来た。お前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。おじいちゃん、母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙は、でもいい人すぎやろ。お前が飲まされてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従い、お前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせた。あの後に未来変えてもくれたらよかったじゃないの。ねえ、生かすなって絶対。が魔物に絶対生かすなって勇者が悪魔のことを呼ばれている。まままに言っときゃよかったんじゃんかと思うけど、未来は変えてあかんのもつかんかな。この世界に来たダイタラ君がいなくなっちゃうわけ。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授ける。何、魔法の石なんだこれ。それを使って世界を巡り真実を求めるのだ。旅をせよってね。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。人のこと悪魔って言うなよな、ほんと。人を恨んじゃいけないよ。おじいさん。おじいちゃん、ごめん、俺。さっき汚い言葉入っちゃったよ。おじいちゃんの約束守るからね、俺。ダイダラは、魔法の石を手に入れた。テオおじいちゃん、ありがとう。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。あ、神マジでありがとうよ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。オッケー、神一緒にね。言いたいところだな。んかその前守ってくれよ。俺の目的も果たさない。あ、そうか、神もレッドオーブが言ってた。オーブがどうとか言ってたもんね。レッドオーブが撃つ。オッケーオッケー、一緒にじゃあ旅の目的持ちつ持たれつで行こうな。よろしくね。よっしゃ、行きましょう。500万ぐらい売れそう。でもなんか宝石っぽいもんね。デクに言ってもらう。デク、これ売れよ。いや、買い取れよ、ね、500万でいいぜ。デク買い取ってくれそうな気もするけど、たかるのってどうなのっていう。ああ、うれうれ、え、体当たりできなかった今。なんだとこいつ、強いのか。メソコボルトだって。痛い。メソコ部屋、メソコ。カミューってイケメンやな。マジそうよ。マジそうな、マジそう。おれカミュー、
たつーよ。ねえ、メソコ。メソコギア強い。え、全然気がねえ、こいつら。もう一回。うれよいしょ、強い。メソコギア、やりやり。痛い。ダイダラ君もそろそろゾーン入る。あ、強いよ、ダイダラ。デクの稼ぎをくれたらいいのにね、ほんと。イケメンだからモンスターズの主人公になれたっていう。やっぱな、ドラゴンクエスト6でもやっぱイケメン担当のね、テリーくんも無事にね、主人公になってたから。わ、体当たりできるやつとできないやつがいる。なんでだよ。結構あれやな。じゃあ全部馬で吹っ飛ばしてぶちのめしてやろうかと思ったんだけど、そういうわけにはいかないんだね。イケメン見てたらムカついてくるわ。おいおい、ひがむなひがむな今右耳からやるじゃねえやって聞こえ、やるじゃねえかって聞こえた。やばい、リアルだこれ、現実だこの世界。おれレベル足んねえからって。そやな、やっぱもうちょいレベル上げすなあかんな。もうちょっとだけ吹っ飛ばしても経験値入りますよこのゲームは。あといくつ ?119 か。うわー、なんか次飛んでったあいつ。ねえ、ビッハーちゃん、ビッハーちゃん。さあ、ここら辺渡っていけんの？橋を渡るとドラクエって敵が急に強くなるんですけど、ここは大丈夫かな。よし、毒消しと、こっちはね、全然違うルートなんですよ、実を言うと。ねえ、デルカタル神殿でもない。怒られるかな、神に。お前、ここどこ行くんだって。え？どこ行くんだ、これ。デルカタール地方、デルカコスタ地方、石の村。あー、ここか。夏いなあ。ここい、なんか封鎖してたとこだ。覚えてる覚えてる、封鎖されてたとこだ。繋がってたんだね、ここに。オッケーオッケー。マップのところがね、どんどん解放されてきました。ね、褒められるとやる気上がるから、ボイスあるのはいい。まあ、でもね、ドラクまた確かにね、ドラクエボイスどうかなって思った部分は確かにあるんですけど、まあ、8のね 3DS 版も結構良かったしね。もう大丈夫っすよ、大丈夫っすよ。もう天下のスクエニ様がね、面白くないゲーム作るわけないでしょスクエニだぜ、スクエニ。よし、ほら飛ばせねえ。おお、うまい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 。とりあえずサッカーやろうぜ、サッカーやろうぜ。あー、機械だー。ねスープ食べるいや、スープ冷める違う。よし、機械のやつらもなんかだいぶ増えてきたな、このゲーム。ほら、勝ったこいつ。連携倒すか一体。ねえ、メソ。シャドウアタックヘイ。スクエニーコビいるのやめろって。おい、ナイスガード。ないがー。ほら、硬いな、こいつ、カラクリエッグ。魔法系で攻めた方がいいのかな。メラするメラ。それは世のメラじゃ。でしょ。はいや。10だ、メラで。いや、神1しか取らないもんな、ダメージ。神やる気あんのか、お前。殴れ。えい。ナイス。天下のスクエミ様が酷評される映画作ったんだぞって。いや、それは、だって、あれじゃん。ゲームじゃないじゃん。畑違いだよね。うん。でもぶっちゃけ話、俺映画見てねえから、結局。でね、特にね、あの批判も何もする気ないんですけど。見てから判断したいけど、全人類がね、見ない方がいいって言ってるから、なんかね。なんかね、って。なんかね、本当は見たいんだけどね。さて、デルカタールの神殿がもうここなんですけど、近くにキャンプ地があるので、まずキャンプしておきましょうか。キャンパー大だら。ダラキャンしましょう、ダラキャン。よし。ちょっとね、なんかめっちゃ引っかかるんで。ダラキャン、オッケー。ダラキャンする前にちょっとね、物拾いのおじさんして。飛ばせない？飛ばせねえな、やっぱ。言わす通りを時間返せ。そんなこと言う？俺！ね、昔 FF の映画でこけて急に合併したのに、 FF の映画懐かしいなFF のアニメとかあったじゃん、あれ見てたぞ俺。なんか懐かしいこと思い出せたわ、ありがとなよっしゃ
あったね、そう、確かに。俺たちは何も学んでなかったんだってやつよな、今日は。はい、じゃあ、キャンプで一休みしましょうか。一休み、一休み。はい、さ、家事もいらないし、とりあえず休みましょうか。朝まで、おやすみなさい。え、なんかおじさんいる、あそこに。誰あれ、あの人。敵本当に強いのね。めっちゃ強くね、本当。ちょっとね、1だけレベル上げさせて、みんな1だけ。今から、1レベルだけ。タコメットさん。買っていきましょう。な、プチアーノンです。すいません。ドラクエ俺、もう何年もやってるのに、モンスターの名前未だ覚えないから。夢中で絵を描いてる。かわいい。ねえ、ワコダラです。こんにちはでーす。あれ、商人さん？ゲマルです。ギラとかした方がいいかな、やっぱこの辺りです。ダイダラ君もまとめて作戦ガンガン行こうぜにできないの？あ、できんじゃん。え、これだったら俺さ、見守るだけになっちゃうの、このゲームみんな。あ、めっちゃ楽。あ、ドラクエ楽だ、みんな。って口開けてたらいいかな。え、ダイダラ君勝手に戦ってくれんだけど。すっげえ有能。あ、そしてレベルアップ。グッ。グッてやってたな、毎回。ねえ、ダイダラ君、リレミと覚えた。有能。グ全員グッてすんでね。オッケー、ちょっと待ってな。前もできてた？サボるなって。いや、サボってませんよ。さて、片手剣スキル。火炎斬り。攻撃力プラス3。配信率アップ。どっちの方がいいだろう。ねえ、攻撃力上げとこうか。グってね。そうそう。絵文字でグってしといてしょ、みんな。エモグ。ドラゴン斬り。まあ、ドラゴン出てこないでしょ。会心率上げとこうぜ、片手剣の。いやね、両手剣の方が絶対強いと思うんですけど、そのね、結構辛いので、敵の強さが辛い。敵強いので、盾を持ちたいんですよ。なので今回は片手剣でいきましょう。で、亀です。亀は、マジ悩んでます。探検スキルを上げていってもいいんですけど、スリープダガー。会心率アップ。まだこれでいいんですよね。この、ほんと。立てないと怖いね、ほんと。まだいいやって、神は。片手剣作ってからにしよ、神は。オッケー。もうちょっとだけ戦わせて、この辺も。オッケー、軍隊ガニ。ただし一人。一、あ、もう神はあかんな。神一だもんな、ダメージ。硬いやつ。関係に変えるか、もう。一、神。お前どうして、もう防御力がなぁ。高い敵に何もできてないもんなぁ。神。神分かったら作るわ、武器。商人から武器買ったらどうなの？いや、作る俺は。偉いから。さて、価値技術が向上した。まだ技を覚えない。じゃ、武器作りましょう。ね、作ったことない武器なので、ナイフ。なので作っとこうと思います。良きです。良きです、ルキです。ね、行きましょう。敵たくさんいないね、それ強いんだけどね、ほんと、ブーメランって。ほら。え、結構叩かなあかんやん、これ。ほら。ほら。うわ、会心の一撃、そこで入れるか、お前。あと、これ、うわーん、ガバガバーン。いや、待って、叩く、もう一回叩く。ワンチャン使う、ワンチャン狙う？ワンチャン狙ってた、だ、やめた方がいいな。全然、プライチでしょ、どうせこれ。ゴミみたいなもんができたわ。プライチって何やねん、これ。打ち直そうぜ、さすがに。え、でもやっぱ、レベル上がってから、多分ね、違う、レベル上がってからというか、多分ね、ダンジョンで拾えると思うんだよね、そろそろ。わかる？みんな。ダンジョンの中で、おそらく、いいものを。ほら。ちょっと見てみましょうか。さあ、軍隊ガニです。軍隊ガニ。カミはね、1じゃなくなるのか見てみましょう。カミュ 1！ 変わんねえ！カミュ、どうして。さあ、スキル振らなきゃ、カミュ。そういや。ブメランは二刀流のデュアルブメランが強い。そうだね。二刀流からが強いのは確かに。カミュの力がなかった。ダイダラ君でも2だわ。ダメだわ。みんなダメだわ、これ。こいつ硬いだけです。スキル振りましょう、スキル。片手剣スキル。ね、片手剣じゃねえ。もう探検だった、すいません。探検攻撃力プラス5です。強。強。
ねえ、さあカミュー片手剣スティープダガー、こっちは何だこれ、最新率アップ、バイパーファング、バイパーファング、うわーバイパー欲しい、バイパー好き、タナトスハント、タナトスいいよね、ほんとだからバイパータナトスのコンボ行こうぜ、バイタノ、バイタノ、バイタノあ、でもスリープダガーだったら連携あるんだ、どうしよう、悩む悩む、みんな連携新しいの見たいからこっちにしよう、バイタナはやばい、いや、バイタナは強いのは分かんだけど、どないすっか、いや行くか、こっち、あ足りない、それ足りないんだ、行くか、ボスいつ、もうボス倒したよ今回ね、ワンパンでした、ワンパン、あれ飛ばせない、飛ばせない、飛んだーサッカーやろうぜ、できる、よし、探検は状態異常が多いね、ほんと状態異常便利だからな、マジで、じゃあ軍隊ガニは戦いづらいからやめようぜ、ね、弱えやつかろ、弱えやつ、おめえだおめえ、出た3体、なんか稲穂が見は後ろに見えてたよね、稲穂13、いいね、火力的には、だから1体1体確実に倒しながら進んでいきましょう、ホイミ、あ、大太郎くん、ちょっと大太郎お前ガンガン行こうぜだろ、これなあ、回復なんか捨ててガンガン殴ってけ、だから大太郎はやっぱ、大太郎は俺だ、大太郎は俺だって、そうだ、僕大太郎です、皆さんよろしくお願いします、大太郎俺なので、俺は俺だから、ね、俺の行動しましょう、ギラ、よし、シャドウ、あ、カミュ、カミュ危ない、お前大太郎だったのって、そう大太郎ですよお遊戯してる、かわいい、幼稚園児かよこいつ、大太郎切り、いいぞ、お、なんだこれ、白い貝殻、オッケー、さて、あ、MP ないな、戦闘楽になった感じ、いや今敵の強くなる縛りしてるので敵はクソ強いですね、戦闘のテンポは上がりましたね、確かに、今日どこまでやる、でも神殿入りたいよ俺、神殿行くか、もう行けっしょ俺強えから、ちょもう一泊してから行くわ神殿で、なんかどうやって動くの、あ動ける動ける、おじいちゃんこんな二人しかおれへんのに商売してんのか、ようこそ旅の行商人です待って俺お金めっちゃ持ってんな、よく見たらやばくね、とんがり帽子神に買ってあげよう、900円持ってんじゃん俺、なんでこんな金持ってんの、え、みんなご飯食べに行く、めっちゃあるわ金、すげえ、よし、さあセーブしてからね、回復して今からデルガダールの神殿の中入っていきましょうか、ワクワク、船内と預けられないのがネックなー、ほんと金持ってるから、そうか金持ってるから、あこいつ金持ってるなって顔してたのか俺、確かにな、この髪の毛サラサラだし、貴族の立ち振る舞い的なそういうとこあるよね俺、焼肉行こうぜ、いいよ、多分1人ね3ゴールドくらいだと思うんだよ焼肉ってもっとするか、結構安いと思うんだよね、ほんと、あら降りよ降りよ降りよ、よいしょ、あれ降りられないよこれ、ここでなんだっけこの家って、海渡るときだっけこの後、ほう、うーっす、うわハゲマッチョさんだ、デルガダール神殿見に来たのか、いい心だけだ、一度は見に行ってんの、そうはね、ここを出て西へ進めば進む、着くぜって、オッケー、ありがとうおじさん、マッチョじさん、はい、なお旅立ちのほぐらを開く魔法の石か、そこへ行こうぜって言いたいか、まずは俺の目的も果たせてくれよ、東にあるデルガダールの神殿にレッドオブ取りに行こう、さあレッドオブ取りに行きますが、探索先にさせてください、小さなメダルとかないかな、ないかここ今のはあれだけか、しけてんな海泳げないの泳げないか、さすがにスイーって泳ぎ出したら笑っちゃうんだけど、よし、敵が強いと恥ずかしい縛りしてるけど、アホほど死んだって神殿で、神殿で神殿神殿ってすいません、僕も敵が強くなる縛りと嘘をね、誰かが嘘をつく縛りと面白いこと言っちゃう縛りになってるのですいませんね、いやー行きますか神殿に、あ、降りちゃった馬ちゃん、
されるぞって寒い縛りじゃないよ、面白いこと言っちゃう縛りだよ。失礼ですね皆様。さあこの神殿頑張って攻略しましょう。テントがあるな。こんにちは。ふむ、誰もいないね。壺あるだけだここ。ねえ、面白いですねってありがとうございますね。わらわらわらってコメント書いてんだ、みんな。俺が言ったらちゃんとねえ、なんて初見を空気で騙そうぜ空気感を感じさせて騙していこうぜ。よし、あ、こういこの人面白いこと言ってるんだってね。じゃあ自分も笑わなきゃみたいな。な、いいな、みんな爆笑って、わらわらわらってね。オッケーオッケー、初見ですね、笑ってってくださいね行くか。ぬ兵士死んでる、神殿で、神殿で、またダメだ、呪いに抗え俺。なんだ。ほう、返事がない、常にこと切れてるねえ。屍じゃないんだね、こと切れてるなんだね。もうこの辺りはただの屍のようだ。でもあれは骨に対して言うやつなのかな、ただのタタシカって。タタシカー、え、ここなんだっけ。俺ちょっと待って、皆さん、私何も覚えてません、ここのダンジョンのことは。やばいな、思い出すかな。めっちゃ死んでるみんな、やっぱ神殿だけに。なんだこれ、敵はいないんだね。兵士の傍らに何やら文字が書いてある。祭壇の前急げ、オーブが危ない。最後の力を振り絞って兵士が書いたメッセージのようだ。オーブが誰かに狙われてる、そういうことでしょうか。なんか言うねん。いやだってもう死体があったら言うでしょう。これなんか敵めっちゃおんなここ。え、ギズモやん、ボスやぞあいつ。さてここめっちゃ前、ホエミンだ。ホエミンバトルしようぜ。オラホエミン。さあ魔物の群れが現れたね、やっていきましょうか。神ナイス、インプさんですね。ホエミン、おめえやんのか。オラちょ待って、ホエミンマジ厄介すぎんかちょ待って、お前待って、こいつホエミン、こいつやべえな、こいつ素早さ早いし回復力やべえし。いや、やったやったやべ、ホエミンを無視しよう。大丈夫じゃないっす、なんか俺だけ狙われてるんだけど。なんで回復量、魔法回復、魔法の回復魔法力みたいなやつねえ、やたら高いだろ。ホイミンこれ強すぎるやろ、強強の強やで。やべえな、あのスネオは喋らないよね。喋るスネオと喋らないスネオいっぱいいます。ふむ、さあこれなんか外出ちゃったんだけど、外周でーす。へえ。お年もなんかいっぱい落ちてる感じか。ここで拾っていきましょう。獣の皮素材回収しましょう。ホイミン火炎切りしろって。オッケーオッケー、次やるわ火炎切り。火炎切りってね。でもどうなんだろう火炎切り、 MP が不安なんだよな。さあズカシさんスパチャありがとうございます。でナイスパです、毎日更新お疲れ様です。大好きなドラクエシリーズ実況感謝です。ありがとうございます、ナイスパですね。今日のピザ代ですね、ありがとうございますなんかねえやなここは。なんかめっちゃ3人揃って文字の血みたいにしてる、1人気づいてねえし。でもここでレベル上げした方がいいよな、さすがに。ちょっと倒して、ほら倒していこう。ちょ待って、これやばいや、やばいや。ほいミスんなよ、痛インプ、痛インプ、痛インプ、まずい。カミュ、神三段パンチ食らった。火炎切り、よしいいね。神プラス大ダラで落とせる、これは強い。だがやばい、神、これ回復した方がいいよな。どう考えても大ダラダラホイミ、めっちゃ強ないこいつ。ダラダラホイミ、神神任したぞ。神死ぬな。でもこれ待って、これはね攻めなきゃ負ける。ギラナイス、ダイダラ出たい、ナイスだカミュ。これはもう一丁いかなくていい、さすがに一体だったらいい。ブーメランの方がいいかもって。
ジバリアだってヤバリア。ジバリアヤバリアくない。痛い。まずい。神がピンチや。ゾーン。じゃ無茶すんじゃねえぞって。だからおめえだよ、無茶してんのは。神が死ぬな。ジバジバ。いや、ジバリアマジうぜえんだけど。ジバリアそんな継続ターン続くの、ダメージ強くね。ほら、こいつもオファー見つかうの。てか経験値高っ。いや俺レベル足りなくね、どう考えても。ちょ待って、これまずいわ。ちょ待って、めっちゃもう助けてくださいやばいってこれガチで死んじゃう。これやばいやん、ハワイやん、やばいやん、ダイダラやん。よし、いける。これガチきついわ今日。あ、カイム、お前すげえな。カイム、その調子全部回収でいこう、全部回収で。うら、で、ナイス。きつ、強よ。待って、これ回復した方がいいよ。ホイミ、ダラホイミ。ゾーンって最高だぜ。うわ、MP、お前めら、思いやり。今日落ちてないのにね、一回も落ちてないのに、このまま落ちないキープしたいんだけど、マジ強え。配信もう一回ぐらい出せねえか。あ、大体ゾーン切れちゃった。まだ切れそう。もう切れそう。もう切れちゃう。これ使ったら切れちゃうけど、切れるんだったら殴っとくか、シャドウアタック。やってやろうぜ。いくぜ。これどうしよっかな、マジで。キャンプ帰る？この後に回復ポイントがあるんだったら、ちょっとね、回復してか、回復してそこで、いやー許してく、許してください。いやー、どっちもやだー。なになになに、ギズモタン、怖いよー。それは拾いたいよ。ガチャ困る。メタッピーか、お前は。コウモリの羽。なんでこいつらやべえ。ヤバタンだ、ヤバタン。なんもねえな、こっち。敵ちょっと無視してくれ。これ、勝てる気がしねえ、マジで。敵のホエミは40、50回復するぞってね。だってもう、MP ないもんな。まっすぐ行くと行き止まり。宝箱が見えますね。でも戦うことになりそうだな、ギズモと。え、やべえやん、こんなん。レベル上げしなきゃきついよね。回復ポイントってボス前じゃないさ。ボス前まで行けたら行って、レベル上げをやりつつ今日は終わりって感じかな。ボス行けなかったんだ。全然強いわ、敵。この縛り舐めてるな、俺。いやー、当たっちゃった。まずい、まずい、これ。これはまずいぞ。これまずいぞ。ピオラ。ラララ、ピオラくん。ラララ、ピオラくんやで。やばいって、ボス強い？ピオすんな、お前。ピオピオするな。めっちゃ強い。強ピオ。だいたい回復したらよかったな。2しか通らない。まずくないですか、これ。ねえ。信じる心は。信じる心で。神よ。まずっぴーやな、マジで、これ。どうしよう。薬草。どうすんの、これ。よえい。やばいよ。強すぎるだろ。3ってなんだよ、3って。ちょっと神ダメージ通ってない。敵、メタルスライムかもしれない。うわ、なくなったやばい、何もない、クソ俺は逃げるぞ。なんで死ぬな、ダイダラ、死ぬな、ダイダラ。いいぞ、11、ねえ、いいぞいいぞ、ゾロ目の男。ああ、フェロ。ちょ待ってよ、カミュー、カミュー、お前は何をしてる、カミュー、お前、これ、カミュー、カミュー。今日の床はこってり濃厚石畳の上に歴史の味を感じる、そんな
味わい。最悪だ、お金が半分になった。ねえ、歯応え抜群でしたね。大ダラに我ら神の過去がありますよ。ねえ、カイさんは頼むよ、ほんと。敵強すぎんか、これ。ちょっと、やばい、やばかったね、ほんま。ノルマ達成じゃない。え、これマジでレベル上げしなきゃやべえわ。みんな、俺もう、そう、ジョジョ園連れててあげるね、みんな。悪い。作戦替えで、ガンガン行こうぜ。で、レベル上げするときだけ、超早いにしましょうか、じゃあ。これ、レベル上げ中だけ。超早く行くでしょ、レベル上げは。線ギリギリのとこで半分に減るのはきついよ、マジで。デイリーミッション達成報酬ないんですか、皆さん。ね。もう、喉乾いた。コーヒー飲みに行こう、後で。めっちゃ辛かった。神殿で、神殿って、あ確かに。ねえ、呪われちゃった、また。ジョジョ園のために頑張りますわ、私。今後も。ああ。ブーメランとかいいんじゃないの？え、どうだろう。でも、1体の時もあるからさ。まあ、このままでいいんじゃねえ、まだ。神信じようぜ、みんな。神くんを。単発殴りで。大大君体力低いって。お、なんか落とした。銅の鉱石。なんかないかな、なんか一瞬で強くなれる魔法のアイテム。もっとレシピがあればね、いいんですけど。ラスボスなんで必要なんやろうなって、わからへん。どうやろう。地獄な量質なんて、地獄の量が。で、もう 1.5 倍ぐらいでしょ、多分推奨レベル。その分 1.5 倍戦闘時間かかるわけで。でもこの分ね、速い、戦闘スピード、基本速いでやってるのでね、サクサク進めるはずなので。あとなんか死にそうじゃない、神。え、ここの雑魚でさ、やられかけてやばくねえ、マジで。わお。神、俺たち、やばいわ、よく考えたら。で、打ち直しの宝珠で、宝珠した方がいいかもしれんな、もしかしたら。他の装備も。もっと下ってもいいぞって。オッケーオッケー。いや、これ下ってるわけじゃないよ。ね。演出だから演出。やっぱね、皆さんわかりますか？どんな物語でもね、なんか途中で、強敵と出会って修行するパート、ね、辛く苦しい時間が流れるものなんですよ。でもね、それを乗り越えた先に、ね、乗り越え、打ち倒した時の、ね、その、感動、涙を、俺は届けたい。みんな。分かってくれよ、みんな。いいな。俺は、なあ、そういう実況をするんや。デルガダールおすすめレベル11やぞって。まあ、10にはしときたいよね、ほんと。レベル上げ雑談の配信を日を設ける可能性。いや、でも確かにレベル上げを、今日は1日レベル上げみたいな日は絶対来るよね。近いうちに。なんかね、いい感じの敵いねえかな。あ、お湯かわいい！お遊戯。みんなお遊戯ね、幼稚園の頃の思い出って皆さんありますか？幼稚園の頃。お遊戯したと思うんですけど、皆さん何役でしたか？ね、覚えてますか？僕はね、なんだっけな、幼稚園の頃。幼稚園の頃は、孫悟空のね、劇みたいな、お遊戯みたいなのしてたな。で、あれだね、三蔵法師役だった俺。ほら、木の役だった。獅子舞してたって。狼とかなってたって。俺主役級張ってたんだよ、昔な。おっす、俺は悟空ですね。で、そうそう、おめえマジでやべえやつだなーってやってたから。ハゲてるってマジ。そんなことないです。牛の役やってた。タヌキの役やったって。カチカチ山かな。あ、浦島太郎やったって。ねえ、ネズミの相撲みたいなやつで太いネズミやってたの。へえ、なるほど。孫悟空の分身 C だった。想像つくわ。想像つくわ。面白くて可愛いな、それ。なあ。3匹の子豚やってたって。ああね。
俺たちのピーターパン役やった主役やん、陽キャや、陽キャやん。それジバリア覚えたわ。火炎人来た、火炎人、火炎人かっけえぞみんな。そしてついにカミューがね、新しい技を覚えました。探検スキルね、倍半お決まりです。次タナトス覚えましょう。頑張って13貯めて、オッケー。徐々に徐々に強くなってきた俺、ダイダラ負けんぞ。メタルスライムって来ないかなって。メタルスライムって神殿に出たっけ、もしかしたら。なんかいた気もしなくもなくもない、いた気はしなくもなくもない、なくもない。傘地蔵でお地蔵さんの役やったってお地蔵さんの役って動かないじゃん。でも確かにお遊戯ってセリフがあるやつとない人いたよね。このカニ固くね、買ってほんとね、カニ食いて、おっかにいね。あよっしゃ、いくか。おっ、カミュー邪魔やで。さあ不思議な階層、プチアーノンがね、俺的にはいいレベル上げの塩梅かなと思ってるんですけど。わお、よい。なんか寒くなってきた。もう冬が近づいてきましたからね、皆さん。お遊戯してる。かわいい。はい。しっかりやつ続けていきましょうか。面白いこと言う縛りどうしたの？いや、めっちゃ面白いこと言ってやん。ほら。10点中10点ってほら。みんな採点してくれ、今後も。俺が面白いこと言ったら採点してくれよ。頼むぞ。なあ。お遊戯してる。こいつ何なの？子供なの？俺子供をいじめて楽しんでんのかな、さっきから。火炎人そろそろ使えそうじゃね？火炎人、いいね。あ、グッ、レベルアップ。あ、振らなかった。まあいいや。火炎人、うと火炎人。ねえ。0点点しかないって。いやいや、100点でしょ。わらわらわらコメントもういらない。いや、いりますよ。今後もお願いします。痛い。さあ、レベルが上がったことによって、もう一回遊べるとんって感じですけどね。めちゃめちゃレベル上がるやんってね。ありがてえ。きたー、行くぞみんな。ちょっと作戦、ダイダラ君、俺が命令してやる。うん、連携。あれ、火炎神できないじゃん。なんで火炎神、カミューが、あ、待って、カミューがやんのか、カミューがやんのか。ねえ、カミュー、やるぞ。連携、あった、火炎神。敵全体を爆破させる。火炎人全体攻撃。あれ、なんか体勢が下がるだけ。いらない、終わったな。でも今の火炎人からの火炎斬り、今火力高かったね。そういう使い方すんの要は。主人公とカミュー、カミューだけゾーンで、可能、カミューだけゾーンでいけるんだ。カミューだけゾーンで一人でできるんだね。めっちゃ強いじゃん。じゃあ、あ、継続ダメもあるんだ、あれって。ジバリアみたいなもん。あら。そうか、じゃあ、いりますね。あ、カミュー！カミュー死んじゃった。カミュー死んじゃった。カミュー死んじゃった。ちょ、カミュー、ここの草はどんな味だ？美味しいか？帰ろう。まずい。カミューごめんな。え、いいわ、ここが。え、これお金かかるのかな？蘇らせるのって。祈る。どうだ、なんか光ってる。あれ、生き返らせる。うわ、金かかりそうこれ。うわ、60ゴールド高え。やべえじゃねえかおめえ。カミャー、強い縛りのならボスに火炎陣をしとくといいぞって。わかったです。カミおかえり。で、これレベルアップかな。オッケー、10だし、なんかそろそろスキル覚えじゃない。お、上下打ち2マス同時にやや爪の力で鍛えられる。いいもの覚えましたね。でももう今作りたいのないよね、ぶっちゃけ。うろこの盾、うむ、特に欲しいのない。武器ももう全部作ったもんね、今あるレシピは。じゃあいいや。あ、で打ち直しするって話してたっけ。そういや、打ち直し、なんかいいのないかな、打ち直す。とんがり帽子とかやっとく？とんがり帽子。防御力ちょっと上げとく？
ね、でももったいないかな、宝珠が。でもガンガン使ってていい気もするけどね。ブーメラン打ち直す。ブーメラン、あれブーメランどこ行った。ブーメラン打ち直して、ブーメラン使う。戦闘敵多いから、あそこ。そうしとくか。確かに敵多いしね。戦闘中に変えれたよね、確か。あれ防具装備だったらいいかもな。 OK、じゃあね、やっていきましょうか。上級打ち、はい、いくぜ。カンコン、タッカー、叩きすぎ。強い、強やん、それ。なんかゴミみたいなのができたんだけど。ゴミみたいなもんできたぞ、これ。プラ1でしょ、これ。プラス1 なんも、なんも成果も上げられませんでした。つらい。カミュー、元気出してくれ。亀の持ってる亀の探検、袋に入れときましょう、この辺り。な、いらない、いらないな。よし、さあ、とりあえずあれだってね、ブーメランプラス1、ちょっとだけね、マシになったやつをね、亀に渡しておこう。装備しとくよ、とりあえずこれでいいでしょ。とりあえず一泊しようぜ。亀、寝てんじゃん、かっこいいね、そのポーズ。なあ、俺がこんなポーズしても全然絵にならない気がする。モデルやん、完全カミュー。いいなあ。ダイダラの価値は乱れ打ち覚えてから。まあそうだ、手加減打ちと乱れ打ちと会心打ちとね、まあ、斜め打ちと全部覚えてからだよ。カミューは何してもかっこいい。いいなぁ、イケメンって。イケメンずるいなぁ。ちょっとだけね、もうやめようかと思ったんですけど、もう少しだけ、さっきの中の敵に通用するようになったか見に行きましょうか。ちょっとレベル上がって、強くなったので、私たち強くなりましたので、多分ね、多少なりとも戦えると思います。いや、ギズモとかね、ギズモとか。行ってみよう。階段長えなぁ、これ。コンピラさんもびっくりじゃん、こんなの。俺は無理だわ、俺。多分俺この時点でもうここ座り込んでる。あー、上で待ってて、って。はぁ、あー、無理、って。きつい。こんなね、いけんよな、みんな。あわ、死んでんな。死んでんだけに。よし。とりあえず行けるとこまで行ってみましょうか、また。やばくなったらリレミドしよう、あと。今回は。ね、生きて帰るの目標にします、皆さん。死んでね、帰るのはやめましょう、神殿だけにね。よし。生きて帰って、みんな笑顔。それ、あ、こんにちは。目標しましょう、行きましょう。さっきのギャグ、50点中45点で高いですね。ありがとうございます。高評価。コイミンからやっつけるよ、ほら。痛い。階段出して早いなってね、めっちゃ早い。ほら、ホイミン。ホイミン落ちた、いいぞー。火力たっけえな、おめえら。ほんま。ええ加減にせえや。痛い。大太郎くんが。まあ大丈夫。ジバラララララ。痛い。ジバリアマジぶっ壊れてる。やめろ。は、耐えた、あいつ。えい。スタート一発。クソ、どっちも大ダメージ食らっちゃった、これ。でも経験値66もらってるから、意外とすぐレベルは上がりそう、ここでも。で、ギズモと戦ってみたいよね、一回ぐらい。ギズタンとギズタン。でも怖いな、ギズモと戦うの。ギズモ怖いな。俺ビビっちゃうな、ギズモ相手だと。みんな、うわー、出会っちゃった、ギズモと。機械のやつもいる、機械やつ。ジバリア
きちい。ジバリアエッグ8。どうしようどうしようどうしよう、これどうしよう、スモークからやろう、 A からやろう。やいこれよしよし、爆発しろ爆発しろ、よしよし爆発しろ。で、神も攻撃、えい、ナイスブーメラン。怖い、あ、スモーク、あ、ギズモじゃない、スモークか、こいつ。ほらやっべ、火の勢い全体10か、意外と可愛いかな。よかったよかった、20、30食らうかと思ってビビってたんだけど、いけまでだ。よし、さらっと、ほら最悪、やばいな、これ。えい、OK です。まあ、今ぐらいだったらね、問題なくいけると思いますが、リレミにとって消費 MP いくつ？ゼロなんだ。え？何このゲーム、優しい。そんな世界は優しかったの？リレミにとって。家にすぐ帰れんじゃん。帰る俺、家に。あ、ホイミン邪魔。やるぞ。え、昔8やったやん。痛い。ゆとり教育の賜物やで。ありがとうございますね。え、ダイダラ君はゆとりたい。ほら、いや嬉しいな、これは楽できるわ。ちょっとそう、穴抜けの紐使い放題ですよ。最高じゃねえかな。あ、終わったな。うん、よし。そうだ、さっき気づいてたらなあ、死ななかったのに、最悪だよ。さあ、また外側ですね、ここ。オッケー、さて見ていきましょうか。なんもねえな、ここなんかあるかな。宝箱、さっきはなんか光ってる素材があったよね、反対側には。宝箱、終わった。宝箱、武器とか防具くれ、頼む。刃のブーメランが入ってる。あ、ええー、じゃん。近指は亀に装備させよう。力の指は攻撃力5も上がる。やっば、亀、俺たち最強。いいね。よし、行きますよ、どんどん。だいぶ序盤のダンジョン。いや、もう実質1個目か2個目ぐらいのダンジョンだよ、これ。この敵が強すぎる。この敵の難易度でゲーム作ったら怒られるよ、多分。ねえ。おお。さて、地下まで来ましたが。もうゴールじゃないですか、まだですかね。ゴールであれ、まだゴール来ない。深いな、この階段。でもここの敵は大体倒したよね。あ、一番下だ、ここが。宝箱、一番下？違う？なんか光ってるやつがいる。モンスターに乗る。フィールドでキラキラしてるモンスターはバトルで倒す乗り物を残していきます。モンスターによって様々な能力が使えるようになります。懐かしい、これ。えい。なあ。スイッチは 3D 版は天井を無視する、 2D は天井ぶつかるって。何があったんや、 3D 版痛い。ボスじゃなかったね、モンスターライドですよ。ライドよいしょ。これはでも前作もあったか、乗り物でピョーンと飛ぶの。なんかモンスターにね、捕まって飛ぶみたいなのあったよね、確か。なんかラス弾というか隠し弾珠でそんなことしてた思い出がある俺。これ殴る方向間違えた。で、まずいな、これでも。インプ。よし、あ、まだやれない。勝った、こいつ。スカルライダーのスカル乗ってたなってね。何でも乗れます。今作、その乗れるモンスターが増えたんですよね、要は。売れピッピです。で、ジャエンプー。守ったねー、守ったねー。なんか、宝箱埋まってた、今、気のせいか。ね、優しい帽子作りだって。羽帽子ホッピー。魔法の聖水。え、守りの盾使った方がいいよな、もうこれ。ダイダラ君はすぐ使うからな、種を。よし、守りの盾使ったね、ダイダラ。4ポイント上がった、やっべ、もう無敵。で、火事もしようぜ、みんな。モンスターライド中にも火事できるのかね。多分できます。できた。
羽帽子。あーいいね、防御力3上がるんか。ここから獣の皮が2個使う。行ってみましょう。でもこれ上下打ち使わない方がいいのかな。使うけどさ。あ、会心。すげえ迷惑な会心じゃない今のね。迷惑会心ですよ今の完全に。えいやカメ、これマジ迷惑だよな。これどうすんだよこれどうすんだよこれどうすんだよ。あ、いやいや、ギリ収まった、よかった。マジ迷惑かと思った今の。だからさっき皮拾えたのか。そうかもしれないね、皮。オッケー、プラニーかな多分。オッケープラニーっす。意外といいのできたね。ふぅ、まあこんなもんでいいか。早く手加減打ち覚えたいねー、ほんと。あー、荒技がある？ねえ、じゃあ素材不足のやつなんか作ろうとしてみてって。ちょっとそれまた今度やろうぜ。もう今なんか作りでもねえからさ。ね。明日以降に覚えてたら。で、装備だけ変えましょう。ダイダラ君がやっぱ盾だよね、メイン盾。タンクなんですよ、タンク。これ見て、回復魔力も上がるので、これだよ。最強。どんがり帽子打ち直してなかったよね。よし。行ってきますか。いけるかな？あー、マジで？待って、回復してない、回復してない、ちょっと待って、なあなあ待ってよこいつは楽な仕事だぜ。このオーブをあの方に渡すだけで褒美は思いのままって。なんか高い声と低い声が同時に聞こえる。気持ち悪い。なんだよ、何の話をしてるんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。まずいってなんだ、待って、マジやめてくれ。ここに来た風を呪うんだな。え、勝てないでしょこんなの。やべえ、覚悟しな。マジで、マジかよ。いや、マジかよだよ。で、MP2 やだ。道具はない。やるしかない、やるしかない逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。約束ちょっとあった。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。戦え、戦いだいだな。それゾーンしろ、ゾーンしろ、ゾーンしろ。ほら、ボメオス遅くなれ。やばい、マジできつい。バギキー、なんで一体だけなんだよそれ。なよけんなよ、無理だー。ペロペロペロ今日の床もこってりに置こう。獣臭い香りと香りが鼻を通り抜けペロペロ舐める床が止まらない。最悪やこれ。うわ、ちょ待って、俺お金さ、またさっき400ゴールドくらい失った俺は、また470ゴールド失う。金が900ぐらい、とんでもだ。これ MP 満タンでも勝てねえやろって。いや、まあそうですね。いやでも違う違う、今の、うわ、回復してたら勝てたんだけどな。惜しかったな。マジ金増えねえ、どうしよう。ということで、じゃあ皆さん、今日はここまでにしておきましょうか。で、ドラゴンクエスト 11S。なかなかに皆様、ワクワクしてきましたね。敵がちょっと強くなる縛りプレイで、現在やっております。ね、なんていうか、ガチで強いです。ガチでやべえ。で、明日はね、あ、ごめんなさい、明日はできないな。明日ね、俺、親戚が家に泊まりに来てね、俺がゲーム実況してること知らないので、できないっていう呪いにかかってるので、明日は多分ないのですが、次は次回、明後日です。で、1ぐらいはレベル上げとこうと思いますので、で、次回は頑張って、また、でも最初は冒頭レベル上げしてから、ボスに挑むっていう感じでやっていきましょう。で、それでは皆様よろしくお願いします。またね、次の放送でお会いしましょう。お疲れです、ジョノ。ゲーム実況黙ってるってね、で、まだ黙ってたのか、お前っていう。言わないぞ絶対。お疲れです。